皆様、おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。今朝ね、はい、すっかすかの道路を通って会社まで来たんですよ、はい、で会社の駐車場に車を入れました。おたらブワーってさ、駐車場にいつも車が並んでるのに、はい、車が1台もいなかったの。1台もゼロだったの、はい、で俺だけだったの、もうみんな休んでんのかよとかって、ね、俺たちだけじゃんかよこうやってやってんのよとかって思って、はい、ちょっとハブ手気味に、いつもの場所に車を止めようと思ったんです、で車を緩やかに前に進めてって、はい、よく言いますけど RCC の駐車場ってね、左側の前方を石垣5センチぐらいまでくっつけないと後ろが通れないっていう、もう極狭極狭の駐車場なのですよね、はいはい、で俺がゆっくり前に行きながら、その石垣に近づけて近づけてってやってたら、はい、普通に散歩されてる方、普通に散歩されてる方が、はいこっち、はいこっち、はいこっち、はいオッケーって言ってくれて、あれで、ありがとうございますって言って、はい、たら、いつも聞いてるよとか、なんかあの車をね、ちょっと前に買い替えたみたいじゃけど、はい、車こうだねとかつって見られてる、あの車の止める場所も、はいはい、車の車種も、うん、バッチリって言って向こうに行かれて楽しい方ですね、朝から朝からお散歩よう走るじゃろこの車はって言って、ああそうですねーつって走ったとかって、ああそうですねとかつっていやいやもうバッチリって言いながら向こうにすごい嬉しそうな顔で、バッチリおじさんこうやって普通に皆さん話しかけてくださるんだよなと思って、ありがたいことだよねとかって思いながら朝を迎えましたよ。はい、そうですね、うん、でもいつもと違うことがあるから、はいはい、そのおじさんももしかしたらいつもだったら喋りかけないけど、うん、今日はいいかなってちょっとね、はいはい、思われたのかもしれない。あとそれこそ本当全然一台もいない中に俺がギリギリ止めようとしてるから気の毒になったんだろうね。そうですよね。でそっから車降りて、はい、うん、あちょっと肌寒いねとかって思いながら、で会社入ってきて、はい、でスタジオ行って、うん、でバイト者にまたからかったりとかして、あなんか来ないと思ったら来たんだねとか、ね、頑張りますみたいなテンションがね高いんですよね。お前よく来たなったらやったーみたいな可愛いんですよいつも。そうでスタジオまで、はい、ほら手島がさ、また眉間と股間にしわを寄せてさ今日が最後の放送ですから、事故なくいきますよ、はいはい、レギュラー番組は RCC の、はい、この御前様が、はい、今年最後ですからねね、みたいですね。そうなんだつって、この29日の午前中、はい、でレギュラーが全て終了するんだってらしいですね。でなんかこう生放送はあるけど、うん、一応全部が特番扱いみたいになってるから、はい、いわゆる通常運行は今日の午前中で全て終了、はい、みたいなことになるみたいで、うんうんうん、あそうなのねっつって、でもまあね30日の方とか、はい、31年の方もいらっしゃるじゃないですか。えでまあ俺で言えば31日、はいはいはい、夜10時からの在横山有事賞、うん、が笹岡慎二、広瀬淳とかも、はい、待ってたりとかするので、ね、あるんですけど、まあ生放送レギュラーっていうことで言うと、はい、今日は最後ですよね。まあでもねとはいえ、はい、まあイレギュラーなことチャリティーミュージックソンっていうのがありまして、はいはい、ありがとうございます。中村さんお疲れ様でしたありがとうございます。いっぱいも川村川村っていっぱい来ましたから、相当量捨てました。捨てないでも、ゴミ箱にザーってもう束で入れました。いやそんなそんなやめてください。あの銀行員がお札数えるみたいな、シャン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 ザシャン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 、銀行員の方捨ててるわけじゃない、ザ。いやせめてせめてあのね紹介していただきたいなと思うんですけど、まずいただけたことが嬉しいです。ありがとうございます。くるくるパークはいから川村さん、はい、週末はメインパーソナリティとして走り抜けられたチャリティーミュージックソン、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。事前の取材から真夜中さまさま、フィナーレでの呼びかけや熱唱と川村さんの一生懸命な姿に胸を打たれましたそして音の出る信号機が一機でも多く設置できますように、微力ではありますが参加させていただけることに感謝しております。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、こちらこそです。来年も健康でますます素敵な年になりますように応援していますよ、はい、いやいや、くるくるパーコよりということでね、まあ横山の世の字もないねっていうことですよね。くるくるパーコさんはもしかしたら別にね、また横山さん用にって送ってこられたのかもしれないです。あ、まあ、ただね、うん、くるくるパーですから。いや、自他ともに認めるくるくるパーですから、しょうがないです。い、全然そんなない、配慮ができないっていうことも、いやいや、私からしたらもう超優秀っ子さんです、本当に。ありがとうございます。横山の世の字もないですねっていうことで、他にね、別にね、パーコさんはきっと送ってくださったんです。パーコさんくるくるパーってこう、はい、ビンタをパーでしたい感じがすごい、いやいやいや、しますよね。しません。あとはね、埼玉のエッチャ、初メールかな。はい、河村さん、ラジオチャリティーミュージックスのメインパーソナリティ、お疲れ様でした。はい、私は24、25と夢タウン広島で行われたチャリティーミュージックスの公開生放送に参加してきました。埼玉だぜ。あららら、ら広島は前日まで降った雪の影響で、はい、新幹線が無事に到着し、放送まで間に合うかどうか心配、はい、でしたが、なんとか会場までたどり着いて公開放送見ることができました。はい、スタート直後に川村さんが感極まって号泣する場面がありましたが、3年ぶりの有観客とのことで、はい、うん、感慨深いものがあったんだと思います。そして藤江さんが歌われたふるさとの風は、何度聴いてもいい曲だなと思い感動しました。ですよね。このような歌を作られた横山さん、お、そして藤江さんは本当にすごい人だなと改めて思いました。とても良いクリスマスプレゼントをいただけました、はい、ありがとうございました。いや、えっちゃんはね、本当によくできた素敵な人だなって僕は思いました。そうですか、うんうん、確かに越に行ってるえっちゃんではあると思いますけども。行ってないですよ、行ってないと思います全然。ああ、そうだったそうだった、最後横山さんのこと書いとかんとハブてるわあん人はって言いながら多分書いたんでしょ、最後の2行のところに書いてあります。さすがですね、滑り込みで藤江さん、あ、もしかして藤江さんだけじゃないかなって、藤江さんだけなんじゃないかな、このメール出てくるの大丈夫かなって思ったんですけど、じゃあさ、そこは心配ご無用。そうですね、俺もこいつのメール破ってやろうかってちょっと思いました。ああ、最後に危ない、最後に出てきたか。うん、よかったです、よかったです。あとぷくぷくママ、はい、お世話になりました。川村さん、川村さん、川村さん、はいはい、ぷくぷくママさん、ミュージックソン本当にお見事でした。これ本当に書いてあって、本当だ、お見事でしたっていただいてます。しかもすごい伸ばしたの、カブラさんってテンションが伺えます。私は今回、息子の話をしてくれませんかというお話をいただいた時に、はい、今年のメインパーソナリティが川村さんだから、少しでも何かお手伝いできることがあるならという気持ちでお話をさせていただきました。私たち夫婦が経験した思いを、もしかしたら今どなたかが過ごされているかもしれません、はい、その方に大丈夫ですよという思いが伝われば嬉しいです、はい、今日で御前様様ラストの放送ですね、うん、1年間たくさんの元気と笑いをありがとうございました。今年の私の目標、お、ワクワクすることは、うんうん、想像以上に達成できました。あ、素晴らしい、ありがとうございました。素晴らしいです。ぷくぷくママも横山の世の字もないねってこと。おいこのくるくるぷくぷく。そうですね、あの、おかしいな、何かこう連続するときは、うん、ね、くるくるパーコさんだったり、そうだね、くるくるだぷくぷくだ。どういうことだ、ちょっと。いやいやいや、ぷくぷくママさん、もちろん横山さんのね、うん、ことはもう大好きです、きっと。はあはあ、大好きですか、もうそれは。俺は今ちょっとぷくぷくのこと嫌いに、うん、いやいやいや、そんなことないです。なりつつあります。そんなこと言ったらぷくぷくママさん、どうしようってなっちゃいますから。だってそれが川村さん、川村さん、川村さん、お見事っていうところから入ってるんですよ。ありがとうございます。俺も横にいましたよっていうこと。そうですよね。
でもあのクグママさんは息子さんのお話をチャリティーミュージックスの中でもしていただいて、しかもリスナーさんからも本当にたくさんの反響がありまして、ね、そうなかなかご紹介ができなかったんですけど、本当にあの皆さんにいろんなお話を伺いながらの24時間だったなと思います、はい、ありがとうございました。なんかうちに住まうさ、はい、女の人がいるじゃないですか、はい、ええ、あの人がね、いやぷくぷくママさんのメールはちょっとなんか泣けたねって言って、うん、ああそうつって、でもねあいつはちょっと気遣いができないやつ。その時点ではそんなの思ってないじゃないですか。俺のこと一切メール書かないからちょっと一回もなんかダメなんだよねそういうところがねみたいな話はちょっと我が家で行われた。いやもう時間軸どうなってんの。ぷくぷくママ談義っていうのが行われたんですよね。そうですか、日々ねそれやっぱお世話になってますからね、あってもおかしくないんじゃないかなと思います。ねえ、でもとても楽しかったです。どうだったんですか24時間やって、はい、でほら、まあ、みんながね、はい、思いを寄せてその24日の正午から始まるわけじゃないですか、で25日の正午まで、はい、お昼の12時までもう24時間やって、うん、スタートがありました、はい、でそこからバーッと走り抜けます、で日付変わります、はい、でクリスマスイブからクリスマスになります。ありました。で日付変わって公開放送がまた始まります、はい、で最後の最後に、じゃあ川村さんどうぞって言ってもうみんなが、はい、もう固唾を飲んで見守るじゃないですか、の一番最後のもう番組最後の最後にありがとうございましたって言ったその川村さん。いや本当にありがとうございましたって言ったあの川村さんはどんな気持ちで最後にありがとうございましたって言ったかをちょっと、いや最後までやっぱ持たなかった、うんうんうん、感情がもう本当に分からない。最後の5秒でもうなんかこんな一瞬で泣けるんだってぐらいだからもう感情の高ぶりがもうピーっていうぐらい一気にこうなんか涙がちょーんって目まで上がってきた感じがあって、まあほらフロアディレクターにイノっていうのがいてね、こう残り時間をカウントするわけですよね。はいはい、そうですよね。さあ残り10、9、8みたいになってくるじゃないですか。その時にやばいそろそろ泣かなきゃみたいな感じだったでしょ。全然そこ私やばいやばいやばい全然な泣きそびれてる泣きそびれてるやばい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 ありがとうございました。イエーイ終了カン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 。そんな調整できるような人間ではまだないんですよね。なんでも全然もう本当にあれが私の素直な気持ち、はい、ありがとうございましたっていうのがね、ちゃんとありがとうございましたって、ね、うん、言ったつもりだったんですけど、はい、いやでもね本当にびっくりしました、まあ、あれだけね、みんながこうすごい時間通り、はい、完璧なタイムスケジュール、もちろんです。で最後川村さん2分の時間が与えられたわけです。いただきました2分も。でじゃあ川村さん最後に、はい、で、まあ、今パッと手下の方見たらね、なぜか広瀬純がいるっていう。今横山さんものすごい綺麗な二度見をしてました。びっくりした今と思っておはようレジオにね出演してくださったんですよね。そうか、広瀬さんありがとうございます。こんな年の瀬にそうだミュージックソン、はい、ユニフォームを、そうです、ありがとうございます。聞いてくれましたかね。もうリスナーの方に広くパジャマとして有名な広瀬純さん全然広くも有名でもないですのユニフォームですよ。そうです、広瀬純さんの公式戦できたユニフォームはとてもパジャマの生地にいいといういやもっぱらの評判。誰もそんなこと言ってません。あ、多分俺と妻桃子は言ってるはずです。言ってません。桃子さんは巻き込まないでください。ね、上下で出してくださって、はいはいはい、そうですよ、ね、そうですよ、あのおしゃれな2013年のユニフォームも、はい、うん、真夜中さまさまチャリティーオークションでお世話になりました。全部みんなが川村さんのためにはい、やったわけですよ。ありがとうございます。そんな川村さんが一番最後に、あんなわけのわかんない言葉で締めたっていう。え？いや。俺はね、そのさあ川村さん最後に思いをどうぞって言って、はい、川村がさ、どうもありがとうございました。いろんなところに行かせていただきました、はい、とかってね、はい、いろんな方々の思いを汲みましたよみたいな。はい、でそっから自分の思いとかをね、うん、語り始めた。はい、あれこのペースで2分大丈夫かなって。思って、さあ残り30秒、はい、あ、着地点が見えてきたかなと思って、いや、また一回膨らんだよ今そこから膨らませると危ないよって思っ
ったらバタ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 ッからのあれ残り10 9 8 7 6 5。ありがとうございました。いや正直言います、正直私の計算では1分足りなかった私の計算意外と時間がいるんだよね、はい、いろんなことを言うためにね。そうなんです。ああ前々からこう準備してたことと、ああこの24時間で気づいたことっていうのがそこに加わってくるんで、うんうん、ちょっともうね、なんか一足お先にお餅焼きましたみたいな、こう、うん、膨らんだり引っ込んだり膨らんだり引っ込んだりっていうのを自分の中でも繰り返して、はい、いや時間って有限なんだなあのね俺は過去にミュージックソンで、はい、じゃあ横山さん最後に一言って言われて、はい、残りが25秒って言ってたいや待ってくださいよ24時間の締めを25秒ですかっていう時があったんですよ。でその時に俺もなんか分かるんですが、ありがとうございましたってなった記憶あったから。そうなんですよね。せめて、はい、まあ、2分、いやもうありがとうございますと思ってたんですよ、だけど2分で足りないことは重々、はい、承知してました。ただ多少のバタバタ感みたいなのがあった方が、はい、臨場感が出るんじゃないかなとか、珠玉の選ばれし琴の葉たちが川村さんの口から発せられるんじゃないかと思ったんですけど、はいはい、いやーまさかでしたあんななんかわかんないバタバタしたリスナーみたいな、あちゃ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 いや最後まで喋りきる、うんうんうん、最後の1秒までねじ込むっていうのは、はい、やっぱこの御前様様で教えてもらったことでもう何がどうあっても最後、琴の葉がどうなろうと、はいはい、自分の滑舌がどうなろうと、うん、思いを伝えるっていうことは、うん、素晴らしい。ちょっとこの9年間で、そうですね、学んだことでございます、うん、なんで9年間で最後の最後まで言葉を大事にするってこと詰め込むことにも思いを大事にするっていうところで、はい、勢い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 って勢いのみで走り抜けさせていただいて、山はその後もね帰ってから横山さんとか、はい、ね、みんなでちょっとアイスクリームをいただきました、ね、文句ばっかり言いながらね、文句言ってない、さっきまで泣いてた女の子がね、いやいや、なんかこのアイスクリーム多いんですよね、ちょっと全然文句言ってないです、食べきらないですよ、石みたいで硬いですよねいやそれはもう冷凍庫入ってます、あれですか、会社弁当準備してないんですかとか、もうすぐもう悪態のすべてを突き尽くした、全く全くそんなこと、カムラさんそんなに人の悪口言うと口が腐りますよって言って、いや言ってませんけど、ミュージックソン終わって30分ぐらいもう何にも言ってない、口から発せられることが全て悪口だ、いいえもう全く悪口の間の字も言ってません本当にありがとうございましたって言ってアイスクリームに行ったので、でもお疲れ様でしたって、もうそこからもう2時半ぐらいから6時ぐらいまで爆睡してパッて起きた、この6時は朝の6時、夜の6時わかんなくなる、わかんなくなる、夜の6時か、でお風呂とか入ってで、まあ、部屋の片付けとかして、はいはいはい、でまたご飯食べて、はい、でまた寝るっていう、まあ、そこからはもう通常通りの生活リズムに戻りまして、でもちょっと夢のような時間でもありました、はい、ねえ、はい、まあでもあんなにね、こう人様からスタッフも含めてね、そうです、ある意味こうチヤホヤしてもらって、はい、でみこし担いでもらって、でそこに乗るっていう、はい、でほら乗るにふさわしい人間を演じようと頑張るじゃないですか、頑張りました、あのほら信長祭りに出てきた時のキムタクみたいなもんですよね、あいいキーいい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 いって言っても絶対チャラチャラしないみたいな、そりゃそうですよ ね、うん、なんかああいう雰囲気が河村さんにありましたよ、ね、あ本当ですか、あ広島に信長が現れたわみたいないいキーそうですね、統一を目論みで、そうそうそう、さらばじゃあその戦国時代風のそこにつなげていただけますか、まあ、でもねそう勢いがね感じていただけたらいいなと思いながら、うん、本当にあの皆さんに支えていただいて、はい、24時間終えることができましたが、チャリティミュージックの募金自体は1月31日まで、そうですね、はい、行われておりますので、はい、ぜひ引き続きよろしくお願いします、あのリスナーの皆さんがね、はい、あの微力ながら協力をさせていただいていますとかって皆さんがおっしゃいますけども、微力じゃなくてもいいんですよ、ものすごく大きな力でも構いませんよ、なるほど、お、信号機10台つけようかみたいな、そういう方が現れてもいいわけですよびっくりしました、今なんかね小山さんの話の入り口からすると、はいはい、あの微力だけど無力じゃないんだよっていうお話に行くのかなと思ったんですけど、うんうんうん、はい、ああ
大きな力で構いませんよみんなが微力です、微力ですって言うんですけど、そうなんですけど、あれ微力の割にはみんな偉そうにいろいろいろんなこと書かれるなと思うんですけど、いやいや、うん、あれだったら、うん、いやうちはね、あの建設会社ですけど、おい、あれだったら20代30代つけるよみたいな方が現れるのが一番ですよいや、まあ、そうですけど、そうそうそう、それはねすごくありがたいことです、救世主みたいな方、はいはい、岡村ちゃんにショーやってんの、おい、え、何億欲しいの、何億欲しいのみたいな何億レベルで、いやいや、もうこれ社会に貢献できるわけだからいやでもこれで5、6億パンクとかみたいなさて、これでもしこうなったとしてですよ、来年のミュージックさんで、ね、去年の募金総額は、うん、6億愛は地球を救うを超えてるよねつって7850万みたいな、あとさ、ものすごいムーブメントが起きて、はい、全部の信号機が音の出る信号機になった瞬間に、はいはいはい、あれミュージックソンができなくなったつける信号がなくなったってなるのが一番なわけです。ちょっと切ないかもしれない、はい、今撮るのどこって、あとこれ何のためにみんな募金を今集められるとかだもう信号機には全部機械がついたんじゃけど、はい、みたいなことが一刻も早く起こってほしい、はい、うん助けに、ね、なることが一番なんで、そうそうそう、一気でも多い方がいいなと思います、はい、そしたらね、はい、広瀬さんもね、もうユニフォーム出さなくていいわけじゃないですか、いやまた来年も広瀬さん、ユニフォームくださいよ、ね、だって広島の人たちがみんな、広瀬さんのユニフォームをパジャマ代わりにしたいってみんな言うしパジャマ代わり OK じゃないんですよ、広瀬さん、ゆすりがね、行われるわけですね、あとね、ちょっとほら大掃除の時に窓の差しの溝のとこ、ちょうど拭くのに広瀬さんにネームがいいんですよ、ダメです、絶対にだからまだちょっとそんな使い方してません、来年もお願いしますとか、いやいやお願いしたいじゃないですか、そうですよね、はい、ちょっと布団叩きが欲しいんで、はい、広瀬さんのバットをくださいとか本当ダメです、本当だ、もう布団がホームラン級に飛んでいきますから、ね、あとちょっと鍋が熱いじゃないですか、この時期熱い、ね、だから鍋をつかむのに広瀬さんのグローブをくださいと思う、いやちょっとね、もう多分慣れ事を起こすと思います、一個一個、はい、はい、広瀬さんからもぎ取るもぎ取るし剥ぎ取るっていうことですよね、いやでも本当にいろんな方にご協力いただいて、はい、ありがとうございましたね、はい、まあでもあえてね、うん、年の瀬を皆さんと共に過ごしましたねっていう雰囲気があるので、はい、そうですね、今日も、はい、レギュラー放送最後、はい、そして29日胸を張って皆さんと共に楽しい放送をお送りしようと思う午前様様、今日は12月29日木曜日、今日のメニューです、今日は11時台に午前様通信お送りしていきます、はい、毎週いろんなゲストの方をお迎えしているこのコーナーですが、今年もたくさんの方にお越しいただきました、はい、今日はその総集編となっております。あんな人こんなお話、あー、あったなー、聞いたなーといろいろ思い出していただきながらお楽しみください、はい、そして9時台と今日は10時台にお送りします午前様会議です。今週は2022ハッピーニュースというテーマです。うん、例えば、はいはい、ウォーキング用のスニーカーの底を見ると、うん、凹凸がすり減ってツルツルになっていました。ちょっと待って、広瀬さんがいるときにそのツルツルの話やめてこれはいや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 、これ意図的でしょ今手島が全然レブいいですって言ったのに、なんかカメラバッと前に、あ、読みますって、違う前に食っていったじゃん、そんなことない、その時に広瀬さんちらっと見たからツルツルっていうのをやめてください、広瀬さんもそのジェスチャーやめてください。外にボーリングの卵置いてあるんだけど、あれ、あ、ごめんなさい、ないです、もうやめてください、広瀬さんもボーリングのジェスチャーしなくていいですから広瀬さん、すごいスーパーボーラーみたいな方が、なんか広瀬さんの前のめり感も増してますよね多分ね、はい、本田と親父と喋ることでものすごいストレスをためたままここに来たんだと思う、そんなことないです、いや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 、全然そんなことないですよね、温まっちゃったんだなと思いますで、あのウォーキング用のスニーカー、はい、そこを見るとツルツルになっていましたと今広瀬さんちゃんと見て、見てないです、見てないです、横田さんは見ましたけどたくさん歩いたんだなとちょっとした達成感を感じました、はい、はい、これね、うん、そうですよね、田島さんもよく歩いてましたし、そうだ、ね、横山さんもね、ウォーキングずっともうコロナ禍でされてた、ね、そうですよ、横山さんだって日本からインドまで
去年は歩いてたんですよ。すごいですよ、インドまで歩いてた。すごいですよね。どれだけ毎日の、ね、歩数が積み重なると大きいことになるかというのを改めて感じました。ね、今年来年は一体どこまで行くのかと、はい、ぜひ楽しみにしていてください。ほい、今週の会議のテーマ2022ハッピーニュースです。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様木曜日、では行きましょう。朝の運試し午前様クイズ。このコーナーは天人の藻塩の提供でお送りします。クイズの正解者の中から抽選でお一人の方に釜狩り物産から天人の藻塩ギフトセット3000相当をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所氏名年齢電話番号をお忘れなく。では今週の午前様会議のテーマ2022ハッピーニュースから今日は川村彩奈問題です。振り返ってみると2022年はハッピーなニュースばっかりだったなぁと思っています。ほいほい、でラジオ関係で言うと午前様様のご旋回のイベントハンガーフェスティバルもありましたし、はい、あと横山さんの横山万博にも、ああそうだ出てもらったね、はい、いやそんな4月でしたよね、はい、そう行きましたっていう声未だにいただいたりとかするので、そこでこう皆さんの前に立たせていただいたりとか、あとねさっきのチャリティーミュージックソンそうだね、も含めて自分の中でもこうお仕事のこう挑戦みたいなこともたくさんできましたし、はい、うん、とってもこういや本当だね、うん、飛躍の1年だったね、ですかね、うん、あとは本当プライベートの充実だけだよね。本当にね、そうなんですよ、うんうんうん、そこが一番なんですけど ねプライベートだけだ本当両輪でね持っていけたらと思ってるんですけどね、うんうんうん、ただねその自分ももちろん一つ一つのお仕事を頑張ったつもりでもいますし、うん、周りの方々にもそのハッピーをよりこう強くしていただいたなっていう気持ちもあります、はい、そんな中で、うん、私が仕事ではなく家の中ですることで初めてしたことがあって、はい、でなんかあーこれをすると心の満足度が違うなーって。エロいこと？いや、あーごめんなさい、続けられないです。今それしか浮かばなかったです。いやエロいことじゃないですよね。違います、言って大丈夫ですよこれね。大丈夫です、そんなん出しません、年の瀬に。あそう、最後に出します。年の瀬じゃなかったら出してもらえますか？あ、お望みですか？うん、あれだったし、いろんなことを伺いたいことは実は山ほどあるんですけど。そうですか、踏み込んじゃいけなくなってるんでそこは、一応じゃあまあちょっと検討はしておきます。あなるほど、来年一歩踏み込んだらズボ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 あらららららららってなる可能性、まあ、まあ沼でしょうね、うんうん、いろんなものを失う気がするんでちょっと一応そこはね凛としておきたいなと思うんですけど。あなるほどなるほど、家の中ですることでなんかこれなんか心の幸せにつながるなって思ったことがあります。うん、それは一体何でしょうか。あすいません、本当エロいことしか浮かばないのでちょっともうダメです。多分広島中のリスナーもエロいことしか浮かばない。いや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 、そんなことはないと思います。家で今年初めてしたことで心の充実度が非常に高かった、はい、今で知りませんでしたってことでしょう、エロいことしか浮かばない。もう全然ダメです。ちょっと首かしげながら言うのやめてもらっていい？違います、全く関係ないです。もういたって健全。あ健全なんですかね、はい、まあ、うん、世の中的、はい、好感度上げ系っていうところでいくんでしょうから食べ物の作り置きをする喜びみたいな、またミュージックソンからのもう一段ちょっとこうイメージを良くして今年終えとこうみたいな。お味噌を作って自分の作ったお味噌で飲む味噌汁がもう最高に美味しかったです。私そんなこともする女です。川村でした。来年もよろしくみたいなので終えたいんだと思うんですよ。終えたいのは終えたいです、それが一番いいですけど。梅酒、梅酒、あいいですね、梅酒、うん、私梅をねちょっとね、はいはい、串でこれ刺してね、そうそう、うん、あそうそう、でザルザルとこ置いてね、そうですそうです、ねね、いつもねあのつけてるんですよ。それをなんか最後に一杯だけキュッと飲んで、あの除夜の鐘を聞くのがすごく好きなんですね、みたいな、ね、そういう好感度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 みたいな、だからそこで行くんじゃないですか。ただ、うん、梅と味噌の話はもうしすぎて1年間ラジオで大丈夫です、はい、中根さんは、中根さんは昨日、はい、結局最後ブロッコリーで締めました。お前ブロッコリーの話何年するんだよ。なんか未だに納
ってるらしいですね。ピーマンとかね、はい、夏野菜だけどみたいな、すごいですね。春さんちのやっぱ生命力強い、はい、主に似るんでしょうね。本当ですよ、違います。でも味噌の話でも梅の話でもないです。私絵を描くんですけど、あれ、あれ、油絵みたいな感じで、ああ、はいはいはい、描けるんですって、なんか数字絵の具って言うんですけど、そうですね、数字がついてて、なんかあの心が落ち着かない時は、ちょっと筆を持っちゃったりとかして、はい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 、絵を描くんですけど、筆でね、なんか来年こそはちょっと15号の大きいのをちょっと描きたいなって思うんです。なるほど。なんかちょっとね、画板を号数で言っちゃう、好感度アップいや、数字油絵、大人の塗り絵は、去年2枚も描いたんです、今年はゼロでした。あ、そうですね、はい、まあ、ミュージックスの販売しで興奮すぎて今手をカーンってテーブルでカーンって思いのが強く、人差し指の内側を、はい、思い切り打ちました。下手したら今ので骨折するぐらい、骨折するぐらいの関節を第二関節をカーンってきましたけど、俺もね、火曜日にふざけてた縁紙から、おい、その指折ってやるぞって言われた。強くなりましたね。強くなりましたね、本当にみんな、俺おかげで骨粗しょう症みたいな。岡部さんの方が川村彩奈ですけれども、はい、ハッピーニュースばかりの2022年でございました。1年でした。はい、ラジオで言うと5000回のイベントがあったりとか、チャリティーミュージックソンがあったりとか、お仕事の面でもいろんな挑戦をさせていただきました。ほう、そんな中で自分が家の中ですることで、あ、心の充足感がこれ全然違うぞ、いいなと思ったことがあります、はい、初めて今年したんですが、それは一体何でしょうが今日の問題です。ヒントはエロいことじゃないですってことです。もうヒントになるのかな。ぜひ、そうです、はい、多分ほとんどの方がエロいことを送ってくると思う、はい、いやいやいや、エロいことじゃないです、ね、違います違います、至って健全でございます。エロティックなことです。いや、子供たちもきっちティックでもないです、ティックでも匂わせとかでもないですね、はい、香り立つことです。そうなんですか、どうなんでしょうか。はい、じゃあ皆さんからの予想をお待ちしています、はい、全てのコーナーへの宛先はこちらです。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス、午前アットマーク RCC.net、 アルファベット小文字で GOZEN@RCC.net です。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで、答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ、このコーナーはアマビトのもしおの提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様 RCC 本社第2スタジオから。ねえユージ、午前様様も今日が年内最後の放送なのね。なんかこの前年が明けたような気もするんだけど、1年が経つのって本当に早いわね。ただ一日一日を過ごしているときは時間の経過がなんかすごく長く感じるのよね。そうそう、まるであの時のように。あれ、今日なんすか。あー、ひな壇なんすか。へー、最近忙しいんすか。そうっすよね。あっちの方はどうなんすか。ないか。そうなんだよね。ちょっとね、もう時間の経過がすごい長く感じる瞬間があるんだよね、あの時みたいに。あれ、今日なんすか。あー、ひな壇なんすか。最近忙しいんすか。そうっすよね。あっちの方はどうなんすか。
ないか。本日の演目ですけれども、今年5月 RCC 最寄りの喫煙所での一場面より、ちょっとした打ち合わせのため喫煙所で午前様様スタッフと打ち合わせをしていたが、そこへ向かう途中、時間を持て余していたテレビの技術スタッフ野平さんに声をかけられ、気を使っていろいろな話題を持ちかけてみるものの、さして会話が盛り上がることもなく、それでいてその場を立ち去る気配もなく、早く時間が経たないかなと思う横山雄二の手持ち無沙汰。あれ今日なんすか。あー、ひな壇ですか。最近忙しいんすか。そうっすよね。あっちの方はどうなんすか。ないか。まあね、それを川村が言うのもどうかっていう。お前こそだよって言われたら、はい、ワンダーです。いやいや、そんなことない。いやいや、ないか。はあ、早くあっち行けよって、もうずっといる、ニコニコちゃんはずっといるんだよね。いやいや、そんなことはないですよ。ね、まあでもそのね、光景は目に浮かぶようにわかります。早くあっち行かねえかな、野平さん。野平さんはね、本当には気さくな方ですから、ね、本当ね、ずっといるんだよ。ただ話題の提供は野平さんされない、うん、ほほり落としたやろうか。今日もお昼11時40分まで生放送。天気予報、このコーナーは鈴木自販広島の提供でお送りします。さてさて、広島市中区元町上空宮島、そして広島空港がある本郷と青空広がってますけども、うん、今日はこのままいいお天気が続くんでしょうか。聞いてみましょう。岸さん。はい、おはようございます。おはようございます。今日はもうさして言うこともないようなお天気なんじゃないですか。うん、お天気は穏やかなんですけど、うん、風が今日はちょっと昨日より冷たくなりそうです。はい、北日本を中心に冬型の気圧配置になっていて、少し寒気が流れ込んでいてるんですよね。はい、大きな天気の崩れないんですが、日本海側から寒気の雲が流れ込みやすい状態です。このため県内は瀬戸内側は晴れますけれども、北部ほどちょっと雲が出やすい感じになりそうです。日中の最高気温、南部では9度か10度ぐらい、北部では4度から5度ぐらいにとどまりまして、うん、昨日に比べると3度前後ぐらい低いんですよね。はい、うん、風も少しひんやりと感じますから、今日マフラーとかこうして首元をこう、ね、温めたりとか、あと手袋があると活躍しそうです。はい、明日も今日と同じようなお天気で、少し風の冷たさがあります。大晦日から元日2日にかけては高気圧に比較的緩やかに覆われるので、南部を中心に晴れそうです。はい、初日の出も期待できるところが多いでしょう。はい、元日の日は朝の底冷えはちょっと強いんですけども、日中は日差しのぬくもりも感じられますからね、初詣にも良さそうです。はい、はい、ただ3日の日、次の寒気の流れ込みが入ってくるので、うん、日本海側を中心にこの時は雪になりまして、うん、まあ、山陰でもですね、雪が降りやすくなりそうなんです。はい、で県内でも山沿いとかではやはり雪が降るようなとこ出てくると思いますから、 U ターンとちょっと重なってしまいますからね、気をつけるようにしてください。はい、はい、わかりました。今何か目立った警報注意報出てますか。北部に濃霧注意報と雪崩注意報、そして南部に乾燥注意報が出ています。火の元の確認、今日も忘れずにお願いします。はい、岸さんは大晦日から正月
年をまたぐときは何をされてるんですか。はい、そうですね、広島にいるんでちょっと寂しいかなって思っていますけども、はい、友達とか親とかに電話しようかなと思ってます、うん、ああそうですか、うんですね、うん、あれだったら広瀬淳さん送り込みました、一緒にキャッチボールするとかそれ最高の正月じゃないですかね。まあね、ミスしたケツバットとかされるかもしれませんけど、見張りがすごいですね。今日もありがとうございました。ありがとうございました。天気予報は岸さんでした。お便り様様、このコーナーは日本行動の提供でお送りします。ゴリゴサーティンさんです。おい、今日は恒例の餅つきです。お、我が家は毎年石臼とキネでペッタンペッタンとつくこだわりです、うん、今では大きくなった子供たちも小さい頃のように楽しみにしています。 お昼に美味しいお餅がつき上がります。いいよね、つきたては一番美味しいですね。本当だよね、あの大根おろしと醤油で食べたら美味しいですよねって言うけど、やっぱ普通のが美味しいよって思うよね。間違いない、はい、僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今週も呉市立天皇小学校の皆さんが登場。今日紹介するのは2年生弘樹里穂さんの作文、タイトルはおじいちゃんちの楽しい畑。おじいちゃんちの楽しい畑、天皇小学校2年弘樹里穂。昨日おじいちゃんちの畑で芋掘りをしました。いとこも一緒にしました。畑に行くといらない葉をよけて、つるがよく見えるように用意がしてありました。掘ってみると20センチぐらいの大きな芋がいっぱい出てきました。土の中でいっぱい成長してこんなに大きくなったんだなと思いました。途中でカタツムリがいっぱい出てきました。おじいちゃんがここはカタツムリの住処でもあるんだよと教えてくれました。収穫が終わってしばらくするとおじいちゃんが、冬には違う野菜を植えるから全部収穫していいよ言ってくれました。そしてみんなでピーマンや唐辛子やナスを取りました。芋の小さい畝のところに行って掘ってみると、前よりも大きな大きな芋が取れました。いとこがすごく大きい芋掘り名人みたいと言いました。私は世界で一番大きな芋だと思いました。リホちゃんとこに世界一大きい芋があったんですね。かわいい。多分地球と同じぐらいの大きさの芋。はい、リホちゃん。じゃあリホちゃんどれぐらい大きい。でも間の取り方がうまいというか、なんかこんなにっていうのもこんなにって言ったり、いっぱいっていうのもいっぱいって言ったり、すごくもこうすごーくって言ったりとかして、うん、どれだけその大きさにびっくりしたかとか、うんうん、そういうことが分かるなって。そうだね、うん、なんかリホちゃんのこう出してくる声、はい、っていうのがすごく明るいから、うん、みんなを幸せにさせるよね。そうですね、うん、もう喋り始めから可愛い、うん、わーすごい、うん、元気になると思ったよね。最高でした。今週も呉市立天皇小学校の皆さん、今日は2年生の弘樹里穂さん、おじいちゃんちの楽しい畑お送りしました。次回の放送は年をまたぎます、1月4日水曜日、はい、1年生の須賀永大地くん、須賀永大地くんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議、今週のテーマは2022ハッピーニュースです。はい、ラジオネームクロッケさんです。今年会社の近くにコーヒーショップがオープンしました。若い店主が挽く豆は最高の味わい、うん、午後の休憩タイムに立ち寄って、店主疲れてますね、僕最悪だよ今日の仕事。店主、じゃあパンチの効いたやつにします。僕、おー頼むわ、みたいな会話をしてコーヒーを楽しむ時間が豊かでハッピーなひとときになりました。ああ、それ俺と野平さんの会話と一緒だよね。全く同じですね。うん、うん、でもこっちは楽しい、 あっちは楽しく、いや最悪ですよね。うん、あ、どうなんですか、
先があっちの方ねえかねえかばっかり聞いてくる、はい、エスプレッソ苦今日は年内最後の御前様様ということで本当にたくさんのお便りをいただいているんですが、ラジオネームケ・ブカコさんです。おい、今朝から黒豆をコトコト炊き始めました。あ、いいね。黒豆がぷっくりツヤツヤに仕上がると幸先いい気がします、うん、今年もいろんなことがありましたが、御前様様に随分と支えられた一年でした、はい、お送りしたメールを読み返すと日記を読んでいるようで、うん、これもまた宝物になっています、はい、いつも元気をありがとうございます。また来年もよろしくお願いします。うん、そうだね、うん、何通読んだかね、ケーブルカップ、ね、そうですね、もう本当に毎週私も読ませていただいた気します。うん、あのほら日記系のリスナーの方はいはいっていうのと、アクシデント系こんなことがありましたっていう方っていうのと、これ嘘じゃねえって読まれたいからちょっと持ってんじゃねえっていうこの3層に分かれてるのが御前様のリスナーですね。これがね、分析という形でね、はい、そうですよね。で、広く使いやすいのは日記系の方なんですけど、来年すごいことになる。それがあまりにも簡素化されると、うん、え、10キロやったい母さんみたいな。もうややこしいですね。さーて、年末の横山さんは12月30日朝9時からは、僕の作文、私の作文、2022年傑作選スペシャル。御前様様の中で広島県内の小学生が読んでくれた作文255作品の中から改めて聞きたい10本をご紹介。そして大晦日の朝10時からは第1回輝く広島町自慢大賞、 RCC 開局70年特別企画として広島の市町を巡り、地元の方に教えてもらった町自慢の中からナンバーワンを決定します。ゲストはシンガーソングライターで荷箱カーのドライバーも務めた藤江純次。30日と31日の2日間にわたって町自慢ラジオ全12回の再放送もあります。やった。今年の年越しは年越しそばと横山、そして再放送と横山でお楽しみください。御前様様。さあ10時になりました。そうなんです、御前様様レギュラー放送としては今日が最後になるんですけど、年末は僕の作文、私の作文であったり、荷箱カーの改めての年末の再放送であったりとか、ほんと楽しいこと満載でお送りしていきます。はい、ラジオネームあったかご飯さんです。はい、いよいよ今年最後の御前様様ですね、うん、今年も1年ありがとうございました。はい、来年も体を大事に楽しい放送をよろしくお願いいたします。うん、なお今年の最後のお楽しみ、僕の作文、私の作文、そして町自慢ラジオ、うん、放送も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。もうあれだよね、今さ、うん、横山モーデ、はい、来てくださって、いや、よとしよねとかっつって、はい、みんなと別れてさ、またなんか親戚のおじちゃんみたいな人が来てさ、うん、これ山口の美味しいお菓子だからっつって、くださったり、はい、あとヤンヤンつけ棒わとか、またすごいお菓子詰め合わせありがとうございます。くださった方がいてさ、はい、その山口のお土産をくださった方がさ、もう本当おいちゃんみたいな感じなのよ。おうおう、で、あ、ちょっとお年玉くださいよって言いたくなるぐらい、うん、なんかこうおじさん感があんの。はい、何歳ですかっつったら、俺の一個下だった。いや、もう本当、おい、じじいどもちゃんとしろみんな。いやね、ほんと横山さんはね、そういうのを感じる一年でもあったかもしれないです、ね、いや、そう、子供の頃から見てますの脅威というか、そう、クソじじいみたいなのが自分より年下っていうのとまあまあのばあさんが子供の頃から見てますいやもう勘弁してくれよもう、と思って。勘弁はされないですよね。そうですね、でも嬉しいですよ、こう日々を毎日みんな健康でいてねそして年をちゃんとこして、はい、あと言っとく、お餅はゆっくり食べるんだよ本当に。だってさ、うん、今年メールをくださってた方のメールが来年ないと死んだって思うから、そこまでは思わないですけど、うん、ちょっと体調崩したかなって心配にはなりますよね。死んだってそこまでは思わない思っちゃうから、
そうですよね、うん、お持ちの脅威はあります。俺ね年末、はい、チャリティーミュージックソンが終わって、25日の夜その河村が寝て、はい、6時に起きて、あれ朝かな夜かなって思ったの6時俺も6時に目が覚めたの。おお。それで、ああと思って、はいはい、あのほらチャリティーミュージックソンのテーマソングのメロディーを作ってくださったローランのヤスさんがライブカフェジャイブでライブをやってたの、はいはい、だからああヤスさんのライブ6時からだったと思って、はい、行かなきゃと思って、で慌てて洋服また着てさ、はい、で行ったのね、でコンサート見て、うん、ライブ見て、はい、であのほら柳ジョージとレイニーウッドのリーダーの上綱勝彦さん、はい、上綱さんこの後特番があるからね、はい、そうなんです、はい、でその上綱さんとさ挨拶もさせてもらってさ、でなんだかんだって喋ってて、終わってからもちょっと飲んだりとかしてて、はい、そろそろ横山ナイト始めましょうかって言って、うんうんうん、実は来年の時期はまだ言わないですけど、横山ナイト予約したんですよ。おお。でおお復活しますかとかつって、はいはい、で前みたいなやり方はなかなかできないかもしれないけれど、まあちょっとずつまたスタートさせましょうかって言って、うん、はいはい、じゃあこの月から始めましょうかっていうのを一応予約したんですよ。行った時に、はい、やっぱ今まで来てくださってた方が来ないと、うん、死んだってっ思うからみんな元気でいてね。まあそうですよね、うん、皆さんとお会いしたい気持ちは強いですし、はい、ね、それぞれのタイミングで、はい、やっぱり皆さんのこの近況確認というか、そう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 、させていただきたいな、生存確認ですよね。ひょっとしたらだから御前様様今日までですよ、はい、で来年になったら、はい、箱根駅伝があったりとかするから、ね、4日、はい、1月4日の水曜日からまた始まるわけですよ。そうですね、万が一俺が一切出てこなくってみんなが何にも触れなかったら、うん、死んだってやっぱ思うじゃん。触れないなんてことはないです。いやいや、それもしオープニングで触れなかったら、はい、あれついてないあれ渋滞かなって、もしも横山さんになりますから、うん、そうだね、いや、なんか3日の日がね寒波が苦しいからね。そうらしいですね。でそれ考えるとほらちょうど帰省で、はい、もう手島がさ今年多分100回ぐらい、うん、今年ねカレンダーが悪いんですよつって、はい、なかなかこう長期休みが取れないんだよね。そうですね、そう、はい、でちょうどクリスマスも24、25が、うん、その土日だったりとか、そうでした、31が12月、はい、土曜日で、うん、で元日1日、はい、が日曜日なんだよね。でしたでした。なんかカレンダーが悪いんですよ。はいはい。でも知ったけど、そうですよね、うん。そうなんですよ、ね。多分どっかでニュースかなんかで言わ、なんか言ったんだろうね。カレンダーが悪いですみたいなね。でもバカな失踪みたいな、ちょっとカレンダーが悪いからとかでもずっとひどいな。同じことばっかり言うもんだからさ。ああ、でそれ考えたら万が一俺が4日の日出なかったら、うん、寝坊しててもなんか体調が悪かったふりをします。ちょっとそれはもう被害が甚大です。今の時期だとやっぱりあとどうもねちょっと寒波の影響で宮崎から帰れてないんですよみたいな言い方をしますけど、実は寝坊。そうかもしれないですね、一応今から言い訳だけは考えておいてっていう。ラジオネーム花水木さんです、はい、年内の御前様様は今日がラストですね、うん、今年も楽しい放送本当にありがとうございました、はい、今年は御前回の放送があったりイベントがあったり開局70年と記念日もたくさんありましたね、うん、改めておめでとうございます、はい、少しのお休みは寂しいですが来年の御前様様も楽しみに楽しみにしています。はい、そうですね、開局70年もありましたよね。あったよね。 でも本当にこの3年間、うん、コロナの間にできないねできないねとか会えないねとか言ってたけど、うん、それをもう挽回すべく、すごい勢いでいろんなことやらせていただいて、はい、でリスナーの方々とお会いする機会もまた増えてきたし、で来年になるといよいよ御前様様は20周年を迎えてまたいろんなことをやらせていただこうと思うので、リスナーの方々にはついてきていただきたいなと思うし、はい、共に楽しい時間を過ごせたらいいなっていう時間を、また俺も作っていきたいなとかって思うので、うん、はい、いやーもうねえ、いろんなことやりますよ。うん、エンジンをさらにねこうアクセル全開で踏んでいきたいですよね。ねえ、あと仕事納めという方、はい、商売師道太さんです。お、今年も今日含めてあと3日ですね、うん、私は30日明日が仕事納めです、はい、今年も1年御前様様をありがとうございました、うん、また来年元気な声を聞けるのを楽しみにしています、はい、良いお年をお迎えくださいとか、あとおいおい T シャツに口紅さん、
昨日で無事仕事納めをしてきました、うん、社会人2年目の私は今年は始まって早々に頼り切っていた先輩社員が人事異動で他の課に移動してしまい、どんな仕事も自分の力で乗り越えなければと改めて決意ができました、はい、そして1年目の頃に怒られ続けた先輩社員とは急に仲良くできたり、うん、仕事も人間関係もいろいろとあった1年でした、うん、社会人になってから去年も今年も激動だったので、きっと来年も慌ただしく過ぎていくような気がしています。はい、ね、この間ね、うん、年末いろんな番組とか見てたら、はい、ニュース見てたら、なんか最近の若い社員たちが会社のことを緩いと思ってるっつって、あで本当はもっと厳しくしてもらって、いろんなことを教えてもらって、スキルを自分の実力を上げたいと思ってるのに、うん、誰もそれを補助してくれないとか、誰も言ってくれないとかっつって、言ってる社員が3割ぐらいかな、いるとかっていうデータが出てたけど、まあそりゃそうだ、つまんないだろうなとかって思うよね。うん、こうキワッキワまでやるみたいなことを教えてもらえないし、はい、やらせてもらえないから、だからほら自分がどれだけ全力で走ったらどんだけのタイムが出るのかっていうことを周りの人たちがみんなゆっくり走るからさ、うん、え、お前だけ真剣にやんのってなる可能性もあるし、はい、で、あ、いやいや、そういう種目じゃないからっていうふうに言われてるような気がするだろうから、うん、それはつまんないだろうなとかって思うし、はい、逆にまたそっちを極めると、いやいや、なんかちょっとドッケに合わせてくださいよ、最後手つないでゴールするでしょみたいな人たちも出てくるだろうし、難しくなったねっつって。そうでしょう ね、なんかメリハリが欲しいだろうなと思いますね、うん、そのもちろんこう緩やかに過ごす時もあっていいと思いますけど、はい、なキワキワまでする時は自分を追い込むというか、うんうん、そういう瞬間があってもいいのかなとか、いろいろ思いますよ、ね、俺なんかほら入社してから1年目、はい、2年目3年目とかさ、うん、もうキワキワに次ぐキワキワみたいな教え方をされてるから、なんかそれが普通なの、はいはい、だからなんかこう緩いと不安になったりとかもっとなんかガンガンに仕事入れなきゃいけないんじゃないかとか、ふうに思っちゃうからね、はい、でそうすると、あ、それの弊害だったんだろうなとは思うけど、やっぱ1年目2年目3年目から緩かったり、あと部活動も、俺らが子供の頃って部活動の休みは盆と正月のみ、うん、はいはい、だったけど、今ほら週に2日とか週に3日とか、うん、あとは1日の練習は2時間までとかなると、うまくならないだろうなとか、うん、本当はもっとすごいしたい子がいるんじゃないかなとか、はいはい、あとほら人ってさ、例えば国語が得意な子がいて、社会が得意な子がいて、はい、算数が得意な子がいて、で理科が得意な子がいて、で人間として面白いやつがいて、うん、でこいつ物知りでみんながちょっと頼ってるやつがいて、うんうんうん、でなんかわかんないけどこいつ俯瞰でなんか見てて、うん、だけど冷静にいろんなこと見てるよねって、こういろんなやつがいて、絵が上手いやつとかさ、うんうん、いろんなバージョンがあって、こうクラスとかっていう村を作ってたじゃない、はい、だけどなんかそういったこいつはこうこいつはこうみたいなこともあんまないよねって思うから、俺らの時はねあったのよ、はい、でそうすると運動なら俺は負けないとか、はい、あいつバカだけど部活で今市の大会で優勝したからねとか、うん、県の大会で優勝したからねとかって、はい、なんか取り柄があるんだよね。そうですよね、うんうんうん、それぞれがね、まあ、どうしても鳴らしみたいになっちゃうんで、うんうんうん、ね、みんな同じような印象になるというか、はい、そうだから部活一生懸命やってたら、うん、バカでもみんなが尊敬してくれたりとかさ女の子がキャーキャー言ってくれたりとかしてたんだよね。ありましたよね。だからそこもなんか奪われたねっていう、うん、だからみんながなんかおしなべて同じような商品棚に同じような味のものをポンと置かないといけないみたいな感じになっちゃったから、そうですかね、なんか逆気の毒な気がね、うん、してね、はい、うん、だからなんかもう御前様とかでもいろんなそのバージョンのリスナーの方がいらっしゃるじゃないですか。はいはいはい、はい、だからそれぞれの方とこう接してるうちに、はい、そうそう、なんかいろんな人たちがエッジが立っててさ、そうですねで印象残ったりするけど、はい、やっぱ印象残らないリスナーの方とかを見ると、あ、多分今はそうなんだろうなって、うん、俺なんかドテカナコさんの、はいはい、こう写真集を出した時に、俺がカメラマンやって、はい、で編集も全部やったっていうのがあったのね、はい、だ時に俺の写真を見たプロの方が、あー100枚あって全部80点ですねって言って、プロのカメラマンっていうのは100枚のうち99枚0点でいいんですよ、ただ
150点みたいなのが1枚あるんですよねつって、横山さんはね100枚全部80点つって、うん、使えないんですよつって、99枚は捨てるんですよ、だから1枚だけ100点とか120点、はい、持って150点みたいなの取ってくれたら、ね、むちゃくちゃいいのができるんですよね、って言われたら、うん、確かにねって言われたらわかるよね。そうですよね。うん、なんか今はこう波をこうなるべく小さくするというか、うんうんうん、そういう風潮かもしれないです ね。写真家の方ってこうなんか誰もがわかる一枚さえあればいいというか、はい、なんかこの写真見たことある、はい、あこういう名前の人が撮ってるんだだけでこう名前が広がっていくところもあると思うので、はいね、なんかそれぞれにちゃんと意味がありますよね。ねえ、だから本当みんなにとって2022年がどんな年だったかとも思うし、はい、2023年がいい年だったらいいよねと思うし、うん、はい、そこにこう寄り添うように、え、我々の番組も会ってくれたら嬉しいよなとかって思うよね。おい、日めくりカレンダーあと3枚ですよって、雅健の母から、そうですね、午前様々カレンダー2022日めくり歳時期デラックス、本日を含め残り3枚となりました。はい、皆さんめくり忘れはありませんでしょうか。本日12月29日午前様様、仕事納めですね。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。良いお年をお迎えください。はい、今スタジオにもありますけど、そうか、これ日めくりカレンダーなんですね。もう薄すぎて薄すぎて、こう写真が1枚置いてあるな、ここにって思うんですけど、なんでこれ置いてあるんだよみたいな。ねえ、もうこの厚み薄さ、今日は横山さんがニットを着て、はい、あ、多分年賀状ですかね。そう、リスナーの方に、はい、御前様様のプレゼント用の年賀状を書いています。はいはい。で、明日30日はその年賀状を川村と2人で持ってます。うん、おお。もう言っちゃうんですか？うん、残り3枚。で30日。はい、中根、そして川村、はい、そして横山、はいはい、がスリーショット。まあ、あの縁紙外しっていう分ですね。いや全然外してないです。うん、縁紙さんはちょっと腰頑張らなかったからっていうことで。いや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 。たまたまねお休みだって、うん、多分普通ね年の最後だったらみんなで集まった写真を選びそうなこう手島があえて縁紙がいないっていうバージョンを、だからそのメンバー全員が揃ってるのを撮るか、それともその背景 の締め飾りみたいなやつを撮るかで、うんうんうん、多分悩んで締め飾りを撮ったんだと思う、うん、この締め飾りもリスナーがくれた分だった、ね、そうですよ。せめてなんかあのクラス写真休んだ子みたいにこう顔写真丸で縁紙さんを入れてね、みんなでっていうのもよかったかもしれない。 それ用に縁紙の、うん、パネルを作ったのに、はい、あいつがミュージックスで売りやがったもんだから。いや、あれは、まあ、川村さんもそうですけどね。あれは、うん、いいよって。会社の予算で作られた備品を勝手に販売するという違法行為。違法行為。横領です、あれ。違います。横領。会社のものを勝手に転売をしたから、あれは業務上横領。いや、横領するという業務。いいよって言ってもらいました。うんうんうん、いいよって。ああ。はい。まあいいよって言ったら手島もその権利を一切持ってないっていうところですよね。それはそうなんですよ、ただね。全員が自分の塩梅で。塩梅。いい塩梅で。これこれこれ。動いていくんだよね。そうですかね。さあこの時間になりました。はい。午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日は川村から2022ハッピーニュースで問題を出してもらいました。はい、本当楽しいこと嬉しいことがたくさんあった2022年でした、はい、ラジオで言うと5000回のイベントとかチャリティーミュージックソンとか、あと開局70年の特番とか、いろいろと仕事の上でもチャレンジをさせていただきましたが、はい、そんな私が家で今年初めてしたことがあります、はい、それをすると、あ、なんか心のワクワク感、ポカポカ感が違うなと思ったんですけど、うん、はい、さて私は今年お家でどんな楽しいことを初めてしたでしょうか、はい、が今日の問題です。ヒントはね、エロいことではありません、はい、っていうのがヒントですね。それもちろんヒントですね。じゃあもう何にも思いつかないってきっと皆さん思われたんじゃないかなと思います。いやいや、そんなことはないはずです。まあ皆さんが無理やり考えたっていうそうですか、うん、エロいことしか浮かばない皆さんがもう無理やりだったらもうこれしかないみたいなのを、いや、俺だったらもうのちょっとご紹介させていただこう。すいません、もうチョプッキからね、はい、川村さんが今年家で一人でしてほっこり体が温まった、はいはい、玄関に花を飾る、うん、あ、いいですね、うん、確かに玄関どっちですか、どっち行きます、イメージが良くなる方に遠く行きます。
本当のこと喋ります。いやいや、両方です。あ、ちょっとどっちがの塩梅で来るのか、様子見なきゃと思って。一人暮らしなんでそんな玄関広くないんですよ、玄関には一輪差しから置いてますか。一輪差し置いてないです。棚も何もないんで。あ、でもその壁に自分で撮った写真も5枚飾ってあります、うん、ほうほうほう。それもずっとそうです、うんうん、それだけです。元彼たちの写真が5枚いや、私はそういう写真は飾らないですよ。でそれ腹が立ったらパジェロパジェロって。いやいや、パジェロじゃないですよ、やっぱそこなってくるとたわしだと思います。そんなことしません私。うん、うん、自分で撮った風景の写真です、はあはあ、人の写真ではないです。遠くに元彼がいるんですよ。風景かなって向こうに元彼がシャーっている写真。それだったら近くで撮ります。ただの風景写真です。花を飾ってない。花飾ってないですね。南からね、はい、川村さんが家で一人でしてすっきりしたこと、はい、エアコンの内部戦争洗浄をした。それはもう明日します。するんだ。明日明後日します。ついに。はい。へえ。開けます。開けるんだ。ついに開けるんだ。ご開帳します。ちょっと怖い。でも怖いよ。世間のイメージと言いますか、うんうん、もうエアコン洗浄のイメージってもうこびりついてるので、うんうん、自分でも真っ黒なフィルターを洗うっていうのがあって、はいはいはい、だからもう怖いです。いやでも一般の人間は中までできないからね。そうですよね。そう、結局フィルターのみになっちゃうからね。 ですよね。あのこうフィルターに挟まってるフィルターよね、はい、はあ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 。だプラスチックの中にこうフィルターがこう挟まってるわけですよ、そのフィルターをゴシゴシやっていいのかやんないのか、うん、それも外すのか外さないのかとかが悩んで、わからん。そうなんですね。なるよね。確かに。でも外した後どうやってこう押し込むのかなとかも多分ありますよね、うんうんうん、向きがどうとか、はい、これで合ってんのかなとかあると思うんですけど、それも明日やります。うん、はい、ついについにエアコン洗浄、おーほーほー、自宅で簡単にではありますけど、うんうん、やります。じゃあすみママ、はい、川村さんが家の中ですることで心に幸せを感じると思ったこと、はい、ぬか漬けを初めてやり始め、うんうん、手で混ぜるときに幸せを感じた。おお、ぬか漬けはやってみたいですね、うんうんうん、でもその前に、はい、やっぱお醤油。ああ、なるほどね、まあ、その前にでもエアコンの洗浄です。それはそうです。それはそうだと思います。今からさ、すごい大事なことする前に気が乗って手を汚すって時あるじゃないですか。いやー、わかります。なんか今から顔を洗おうと思ってる時に、はい、じゃーって、あら、なんかシンクちょっとゴシゴシ、もう手でゴシ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 爪のネイルをどのタイミングで取るかってすごい大事で、取った後に匂いが残るんですよ、うん、ちょっとツーンとする匂いなんです、はいはい、それを取った後、うん、クレンジングとかメイク落としとかすると臭い。だいたい俺ら あのもみあげの白髪染めがそうなんだよね。へえ。あー、ちょっともみあげ白髪だなと思って、ビゲン部屋からおしゃれ染めブラウンをちょっとシッて目がちょ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 ってやって、へえっと確認しようと思ったけど、そうか、もみあげを染めたってことはメガネがかけられないって言ってって思って、もう鏡が見れんくなったって。そうか、先に違うとこやって最後にもみあげをしないとダメなんですよ。はい、はい、そうですよね。わかり、だからそのあたりをちゃんと綺麗にできる人いるじゃないですか。そう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 、スムーズに憧れます。あれさ、だってシャンプーを一番最初しなきゃいけないんですよね。頭のてっぺんだから、シャンプーすることでその頭の一番高いところから汚いものが降りてくるわけじゃないですか、うん、でまずシャンプーしてから体を洗うわけですよ。確かに。なのに、うん、だいたい分かってても体を洗ってからシャンプーをするよね。変わんないよね、返してって。そう、信じながら、はいはい、うん、そうですね、順番が違うんだよって思うんだよね。なん、私もなんかお風呂上がりになんか革製品の、はい、手入れ、うんうんうん、クリームとかでこうひたすらこう革製品をこう塗ったりとかする、お風呂入る前にすればよかったなって思ったりします。そう、革製品の手入れ、広瀬純のグローブをこう柔らかくしたりとかする分ですか。いや、それはしたいんですけど、残念ながら持ってないです。ああ、そう、はい、あれだったら 2,3 個広瀬純。
私の家に置くべきものではないです、決して。恐れ多すぎて。え、河村さんっていつゴールデングラブ賞取ったっていうぐらいグローブがこう飾ってあって、誰ってなりますよね。福山の舘ひろし。はい。河村さんが家の中ですることでいいなと思ったこと、はい、それはモップになっているスリッパを履くようにして歩くたびに掃除ができるということではないでしょうか。私スリッパ履かないですね、お家の中では。うわーきしゃな。そうですか。ペタ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 してるってことでしょ。そう、でもちゃんと綺麗にしてますよ。うん、足が汚いですからね。ことあるごとに、うん、人間の足はものすごい汗かいてますから。スリッパって、うん、足が汚いです。いいんですけど、はい、結局スリッパの裏って汚くなるじゃないですか、髪の毛、うん、まあ、足の裏もっと汚いですけど。だからなんかあんまりそんなに履きたくないなって、はい、俺何回も番組で言いましたけど、あなたたちリスナーが持っているもので一番汚いものは携帯ですからね、うん、ほぼうんこっていう。なんかね言いますよね、はい、ほぼうんこです、ゴキブリよりとか言いますよね、はい、だから今の子たちはもう本当、俺たちもそうだけど、はい、携帯ずっといじってるじゃないですか、それはずっとうんこを持っているっていうことですからね。言いたいだけですよね。でも今いろんなスリッパがあって、履くだけでちょっとこうバランス感覚が鍛えられるスリッパがあるんですって。ちょっとこうカーブになってて、はいはいはい、で履くとこう体幹がしっかりするというか、うんうん、はい、履くだけでトレーニングになりますよっていうスリッパもあったりするらしいです。あ、でも、うん、スニーカーで下がちょっと不安定、はい、でこれで歩くことによって体幹が鍛えられますっていうスニーカーがあったりするから、ね、まああるだろうね。そうですよね、うん、なんか時間を何倍にも使うというか、はい、それはそれで気になるなと思ったりはしますけどね。だけどまあ履かなくなるんだろうなその靴と思うよね。まあね、バランスが悪くてだって自分の体幹でこう保っていかなきゃいけないと、うん、大変ってなるじゃん。まっすぐな道だったらいいですけど、デコボコしたら余計にこうね、うん、俺言ったよね、アディダスの健康サンダルはいはいを買ったんですよ、はいはい、で嬉しくって近所のスーパー、はい、まあ、正確には近所の夢タウンなんですけど、はい、夢タウンに買い物に行ったんですけど、はい、行く途中でああもう痛いって思ったんですよ。ええ、で、はい、でも買ったばっかだから、うん、まだ慣れてないからな、そうですよね、って思って、うん、慣れるだろうなと思って、はい、ええ、でまたしばらく歩いて横断歩道を渡って、うん、夢タウン着いたんですよ、はい、で買い物してる最中にもうダメだってもう一歩も動けないぐらい健康サンダルが痛かったんですよ、はい、だけどさすがに夢タウンの中で裸足になる勇気はないじゃないですか。ないです。で頑張って買い物をして外に出た瞬間に俺は裸足で帰りました。もうその健康サンダル脱いでもうダメだと思って裸足で帰りました。一番不健康心が不健康になっちゃうっていう。夢タウンででも買わなかったのが偉いですね、私ならやっぱ買います、うん、もうスーパーに売ってる、はい、なんかもう何でもいいからサンダル買ってやろうって言って買うけど、はいはいはい、うん、そこ買わなかった。だからそこでサンダルを買って例えば1000円だとするじゃないですか、はいはい、だからこの健康サンダルが1000円高くなったみたいな気がするんですよ。まあ、わかりますけど履けもしないもう痛くてしょうがないものでいやもう裸足で帰ろうと思いました。はい、はい、そうですか、うん、じゃちょっとね1960年代の、はいはい、まだ舗装されてない道を歩く少年みたいな、あべべあべべと俺もすごい言ってくれました。そうですね、本当に合わない靴ってもう一歩で靴ずれしたって時ありますね。いやもう地獄だよね。地獄です、ほんと地獄。はい、川村さんが一人でやったこと、はい、ラジオネームラッキー、はい、プチ断食、あー時期ほどはしてないですね。尾道のカープ親、はい、横山さんにもらった T シャツを初めて着た。そうですね、たくさんもう何十着といっぱいいただいてます、はい、あげた川村、はい、いらないのはじいちゃんにあげてたいやずっとじいちゃんが着てたって、ね、いやいやそんなことない、じいちゃんには1枚しかあげてないです、うん、ハンドアイランド、新沢良二社長の YouTube のチャンネル登録をしてしまった一人で、はい、大丈夫です、まだしてないです。うん、よかったそれは、はい、裏切ってするんじゃないかとやっぱあれはね、うん、ちゃんとお断り しないといけないから、そう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 、はい、甘やかしちゃダメですよさあ川村愛菜ですけれども、果たして一体一人で何をすることに喜びを感じていたんでしょうか。正解は初めてお香を焚いたです。はあ、今まで気になってはいたんですけど、はい、そっち側のイメージアップできましたか。
ルーミーですよね。そうですね、うんうん、日本行動ですよね、そうです。リラックスできるな。私家でお香をねちょっとね炊いたりとかするんですよね、なんかほんと疲れが取れて、はい、うん、でぬか漬けをこう漬けはまだ漬けてないです。やったりとかしながら、うん、で、はい、まあ、玄関の一輪挿しとかで季節を感じたりするんですけどね。違います。なんかもう 2,3 日ちょっとね、ちょっと日めくりカレンダーめくれない日があったりとかするともうちょっとはぁーっと思っちゃったりとかするんですよねっていう川村です。いや全然全然そのね、それに勝ることは全然できてないんですけど、お香は炊いてみたんですよ。はぁはぁ、うん、でそのお香を立てみたのがあって、うん、でそこに斜めにお香を刺して、でこうピシッてこう火をつけて、で香りが漂うんですけど、どの香りにしようかなって思ってる時とか、その香りがこう煙がゆらゆらって登っていく時とか、まあ、日本語では煙極小っていうのが無理だったりするんですけどね。そうそうそうね、はい、でもなんかすっごいこう、あ、心が落ち着く、はい、そして安らぐ、うん、お仕事いろいろさせていただいたからこそ、はい、こっちは穏やかにというか、はい、過ごせるなと思って、はいはい、華やかな場所にいるからこその、はい、一人の時にしっとりとしっとりできるなって思って、はいはい、あ、お香って素晴らしいと思いました、うん、ということで正解は。なるほどね、はい、またこれで横山も出てお香がいっぱい。いや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 、とんでもないです。お香はプレゼントする側ですから私。ああ、はあ、ね、ですから、うん、はい、ということで正解者いかがでしょうか。あ、正解者、うん、なんと8人いらっしゃいます。お香だ8ですね。お香だ8の皆さん、うん、じゃあ末広がりでね、はい、はい、縁起もいいかもしれません。じゃあ今日はその8人の方の中からお一人に鎌狩り物産から天人の模試をギフトセット3000円相当をプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。このコーナーは東の安らぎを真心でお手伝いする宮奥総裁の提供でお送りします。さてさて、今日は日刊スポーツ一面ですけども、はい、第二次政権2026年のワールドカップまで長期契約ということで、うん、信頼の4年、8億円お森保監督、はい、なのであと4年任せますと、ね、いうことですね。森保ジャパン続くんですね。どうかなってちょっと思いますね。はい、なんかあの長期政権を敷くっていうことは、はい、やっぱりそのそこに向けてってなるけど、そうすると1年目2年目3年目が死んじゃうんだよねっていうところもある気がするんですよ、でほら吉田麻也選手とか長友選手とかみたいに、はい、ベテランの選手たちが多分もう次の大会は出られない年齢的にね、でその考えた時に新しい選手をいっぱい入れてこなきゃいけないよねってなってくるじゃないですか、はい、で作っていくっていう作業があるけど、うんうん、でもどこかで緊張感としてやっぱサッカーの監督って、ね、あっという間に退任させられるっていうのがもう世界のルールなんですよ、はい、だ時に4年契約で長期を踏んだ瞬間に、いやだって4年後のためじゃないですかって言ったまんま勝ち癖がつかないっていう、そういったこと考えられるんですよね。だから一戦一戦一試合一試合一大会一大会ちゃんと戦っていかないと、4年後だけじゃないからねっていう気もするんですよってなった時に、4年間任すつもりですが一応単年契約をちゃんとやっていきましょうねっていう方がなんとなくしっくりくるし、選手たちは大会ごと試合ごとに選ばれるか選ばれないかってもうドキドキするわけですよ、はい、なのに監督だけずっといられるんですよね、みたいなことになるとちょっとちぐはぐにならないかなっていう気もするけど、長期政権というのは悪いことではない、はい、だけど契約の仕方が長期っていうのがちょっと気になるなとは思うんですけど、ね、まあ、あえて横山言ってたけどさ、4年後優勝したぜって言われるのが一番いいんだけどねとは思います。御前様会議その2。今週のテーマは2022ハッピーニュースでお送りしています。はい、ラジオネームクレのドスコイパンダさんです。今年の元日、次女の孫が生まれ、ガンジーと横山さんに名前を付けていただいたことです。はいはいはい。そのガンジーに来年1月末ぐらいに弟が生まれる予定です。あら、また横山さんに名前を付けていただきたいのでよろしくお願いいたします。ガンゾーあ、もう、うんうん、生まれる前から、まあ、ガンジーだから、ガンジーの字は2ですからねいやいや、はいはい、ジそうそうなんですね。ガンゾーですね。ガンゾーさん弟ですもんね。うんうんうん、ガンジーちゃんと、あ、だガンジーくんとガンゾーくん、うん、そうですね。なかなかね、兄弟でまとまれた。ガンジローとかなんか
いろんな名前つけられますよ。そうですかね、うん、それから青地兄さんはですね、はいはい、僕の2022ハッピーニュースは2歳の息子総七と名前をつけていただいた。名前つけてですが、会話でコミュニケーションが取れるようになったことです。今までは一方的に話しかけていました、うん、やっぱりお話ができると楽しいですね。いやそうなんだよね。こちらはまた次のお子さん生まれた時はね、だから総八、はいはい、総七になってるから、次スケロクっていう名前します。じゃあ古風ですね。うん、そうですね、うん、あら美味しい巻き寿司かなってみんなが思うスケロクっていう名前にもう決めてんのにな。これまた決めてんのにな、うんうん、ラジオネームひらひらさんです、はい、一番のハッピーニュース、次男が生まれたことです。さらにありがたいことに横山さんが吐く夢と書いてトムという分かりやすい名前をつけてくださいました。うん、うん、そのおかげで長男もジェリーという愛称でリスナーさんからも呼んでもらえるようになり、感謝感謝です。はい、私だけでなく息子たちも御前様様という家族に入れてもらったような気がします。うん、国際化社会だからね、はい、そう、日本語でも海外の言葉でもトムだって、はいはい、あ、そうです、意味がちゃんとありましたよね。はい、そうなんですね、そうですね。いやー、ほんとこれ来年は名付け料大人だけお金もうおじいちゃんみたいになってます。俺近所のお寺の坊さんってあそこに名付けてもらったらいいよみたいになってんだよね。そうですね、戒名の逆バージョンです、ね、あと初メール、ヨッティ法則からは、35歳を迎えたら婚活をすると決めて、はい、マッチングアプリで200人以上の人でやり取りをしました。すごい。そしてプロポーズし受け入れてもらい結婚することになりました。おめでとうございます。なんというハッピーなこと。アンキモポンちゃん、はい、熟睡できる枕を買いました。あ、最高、いいですね。私もブリューダーの愉快な仲間たち、はい、大工広島に初めて参加しました。ちなみに10年以上、うん、緑内障の点眼治療をしていましたが、急に悪化して両目とも手術、はい、今年2月から白杖白い杖の歩行訓練を始めて、で3年ぶりの大工広島にまさか自分が白い杖白杖を持って参加することになるとは想像もできませんでしたが、でも歌を歌える楽しみや喜びも味わいました。はい、一体感がねありましたから ね大工広島。三好のユーミン、娘の結婚、うん、北枕の輪に道路、近所の野呂さんのところ、はい、クレーの人たち、ほうほう、道路が復旧。ああ、そうか。あと山猿ばあば10人目の孫。あ、10人。すごい、みんないろいろあるね。そうですね、嬉しいことが、うん、ねえ、ね、まあ2023年もたくさんのハッピーなニュースを番組にお知らせいただければと思います。さあさあ、この時間は軽自動車の新車、未使用車、中古車の販売店Kマーケットなどを運営するニーザーグループの新沢良二社長にお休みにもかかわらず、はい、わざわざお越しいただきまして本当申し訳ありません。ありがとうございます。ありがとうございます。今年1年間お世話になりました。お礼にボックスティッシュ5箱持ってきました。今日もどうぞよろしくお願いいたします。お断りしますまずティッシュのですか。うん、なんか、ね、今日はあのスポーティーな感じで来られましたけど、はい、この後もうそのまますぐ釣りに行くので、おー、そのまま行きます。なるほどね、はい、そうなんですよ。え、それは YouTube 動画も撮られるってことなんですか。撮っていいですか一応ですね、今日は釣れそうな予感がするので、あ、はい、今日は天気もいいしね。そうなんですよ、何もないし、はい、ちなみに何を釣ろうと思ってるんですか。今日はあの正月用の鯛を。うわー、すごい、鯛も自前で、はい、釣れると思います。今日かっこいいですね。すごい ねもう全てのものを釣り上げようと思ってるでしょ。やめてください、とんでもございません。なんなら海ひっくり返して全部もらおうみたいなぐらいの感じだと思うんですけど、今日はどんな情報でしょうか。はい、廿日市にあります軽自動車の39万8000円専門店、大竹市にあります軽自動車の未使用車専門店、山口県岩国市のハイブリッドコンパクトカー専門店では元旦より初売りをいたします。全店お年玉価格で皆様のご来店をお待ちしています。はい、各店のチラシをいただいてるんですけど、うん、すごいよ、もう勢いが伝わってくるというか、初売り初売り初売りって書いてあって、うん、特に廿日市のお店ではワゴン R が9800円なんですね。はい、そうなんです。廿日市のお店では4日までの毎日スズキワゴン R やパレット、日産モコなど
車両本体価格9800円のお車を毎日ご用意しているほか、お年玉価格のお車を多数ご用意しています。9800円で車が、うん、どれもいいよ。そうですね、綺麗ですよね。すごいよね、ピカピカですよね。あとこれ岩国のハイブリッドのお店はプリウスが9万8000円だったりするんですね。はい、ハイブリッドのお店は9万8000円のプリウスなどハイブリッドカーをお安くさせていただいてますし、大竹市の未使用車専門店ではお年玉価格のほかご購入いただきますとナビや ETC もプレゼントいたします。はい、お二人にご覧いただいてし今いただいてますチラシはホームページにアップしています。詳しくはホームページでご確認ください。あの、はい、新澤さんね、もうすごくちゃんと読めることが分かっているのに最後だからわざとこうたどたどしくやることで、ちょっとこう皆さんの好感度上げようとするとちょっとやめてください。今日ボリューム多かったので早く喋らんとちょっと番組にご迷惑かかっちゃいけないと思います。いえいえ、そんなことないです。すいません。はい、リーザーグループのお店ですが、中古の軽自動車39万8000円専門店が廿日市市、うん、そして軽自動車の未使用車専門店が大竹市、はい、ハイブリッドコンパクトカー専門店が山口県岩国市にあります。うん、初売りの情報は K マーケットのホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、それではそのニーザーグループを代表しまして、中古の軽自動車39万8000円専門店 K マーケットの電話番号です。はい、0829-30-7225 0829-30-7225 です。そして毎週金曜日、新沢良治の釣りラジオ、明日の放送は8時40分からの放送になります。うん、また K マーケットプレゼンツバリ釣りナウが1月2日15時から15時55分の時間で放送されます。はい、ぜひお聞きください。はい、なんか去年あんま釣れなかったと伺ったんですけど、今回はどうだったんですか？今回はバッチリです。ぜひお聞きください。またチャンネル登録が1000人を超えました。 YouTube チャンネル新沢良治の釣りチューブもよろしくお願いいたします。はい、お二人とも年内にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お断りします。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にすごいド M ですよ。もう何回断ってもガンガンにド M 中のド M ですよね。いつかしてしまいそうな気がします。よろしくお願いします。でもね、今年1年間もいい年だったんじゃないかと思うんですけど、はい、来年どんな年にしますか？はい、本当にラジオの、うん、おかげでですね、我々ここまで来ましたので、はい、もっともっとですね、うん、活用させていただいてですね、あ、飛躍できるように一年にしたいなって思います。うるせえ。すいません。何でもうるせえ。すいません。いやでも本当、はい、本当にね、はい、いろんな多分番組とかはまた、うん、K マーケットプレゼントとかって持っていくんだろうからね。持っていくんだろうから。もう恐ろしいよ、それ。ねえ。お手柔らかによろしくお願いします。ということで、今年も一年お世話になりました。軽自動車の新車、未使用車、中古車の販売店、K マーケットなどを運営するニーザーグループの新澤良治社長にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。午前さまさま。さあ、ラジオカーの登場。今日は小野優子ですけども、どこにいるでしょうか。小野ちゃん。はい、おはようございます。おはようございます。この時間は広島市安芸区船越南にやってきました。はい、はい、あっという間に今年ラストの午前様様ということで、もう早いですね。ね、なんか良いお年をという挨拶も日に日に増えてきたので、やっと私も年末の実感が湧いてきたところなんですけれども、はい、今日お邪魔しているのは、この年末の準備でお買い年末の準備のお買い物で賑わうこちら、東武市場の市場祭りにやってきました。はい、はい、もう昨日今日明日の3日間開催されているということなんですが、この広い敷地の中でそれぞれ野菜やお魚やお花などがもうお得に買えるお祭りということで、たくさんのお客さんで賑わっているわけなんですけれども、はい、早速広島東部食品株式会社の関連組合組合長の佐々木邦明さんにお話を伺います。佐々木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、佐々木さん、まあ、3年ぶりこちら市場祭りが開催されているということなんですけれども、率直に今お気持ちいかがですか？そうですね、この2年間ね、コロナのことでなかなか開催もできなくてですね、年末のにぎわいができなかったのもね、少し寂しかったんですけど、ようやく3年ぶりに、こうやって開催できて、皆さんとね、こうやって買い物に来ていかれる方と、まあ、また、はい、お客さんとね、会話ができるのはとても嬉しいことだと思ってます。
もう皆さん本当に楽しそうに買い物されていて、店先に並んでいるかまぼこ100円、伊達巻200円と本当にお得にお買い物ができるなという感じなんですけれども、ちなみに何がよく売れてます？そうですね、まあ、年物なんでお正月にかまぼことか、あのいろんなお豆、煮豆ですね、そういうものがメインに、ね、売れてるんで、まあ、お正月にかけて、楽しんでいかれるんじゃないかと思います。いや、私本当にこの東武市場初めて来させていただいて、なかなか来ることができないこの市場の中入ってワクワクしてるんですけれども、いや佐々木さん、この市場、まあ、大変なこともあったかもしれないんですけども、この1年どんな1年でした？そうですね、まあ、このコロナの関係もありますし、いろんなものの値上げということでね、大変あのなかなかあのものが動かないという現状もありましたけど、まあ、なんとかですねこの1年やってこられたかなと、自分では思ってるんですけどね。いや、来年はどんな1年にしたいですか？そうですね、なかなかねもう見通しが難しいとは思うんですけど、来年はね今年以上に、厳しくはなりますが、はい、なんとか乗り越えて、楽しくね、はい、市場としてやっていきたいと思いますね。ありがとうございます。いや、もうね、あの買いに来られてるお客さんとのコミュニケーションも本当に楽しかったですね。あの見せていただいて本当にありがとうございました。いや、この後市場祭りは13時まで、午後1時までということで、明日も9時から1時まで開催されるということです。私もお買い物して帰ろうと思います。いや、この時間は広島市秋区船越南の東武市場から市場祭りについて佐々木さんに伺いました。佐々木さん、ありがとうございました。どうもありがとうございます。どうぞお越しください。こちらからは以上です。はい、ありがとうございます。はい、小野ちゃん、はい、あの御前様今年最後ですけど、はい、小野ちゃんからリスナーの皆さんにラジオカーを代表して、はい、あ、私が一言ですね。そうだよ。いや、私が代表していいのかもわからないんですけれども、うん、いや本当にこの1年皆さんにあったかいお声掛けをたくさんいただいたなと思った1年でして、はい、もうあの私それだけを励みに頑張ってきたようなものなんですよ。なので、うん、あの本当に、まあ、行く先々であのあったかいお言葉いただきましたので、私もこれからも頑張りますので、皆さん来年もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。1年間ありがとうございました。ありがとうございました。ラジオカーは小野優子でした。中央林間さんです。はい、先日義理の母からクリスマスプレゼントでマフラーをいただきました。うん、とても暖かく、外ではなくて私の部屋の中で重宝しています。はい、ここ 2,3 日は寝る時もマフラーを巻いたままにして気持ちよく眠っています。そうですか。寝るときマフラーしてたらちょっと肩こるような気がするんですよね。ね、そんな気もしますね。うん、すぐなんかね、毛玉とかなっちゃう。あと首が回らなくなるかもしれない。午前様様。さあ、11時を回りました。生放送でお送りしている午前様様です。今日はこの時間いつもお送りしているジャパネット高田ラジオショッピングがお休みです。そしてスタジオに横山さんはいません。喫煙所でゆっくりしてるでしょうか。せっかくなのでこの時間ちょっと横山モーデの様子を聞かせてもらいましょう。横山さん。はい、どうもどうも。あれ横山です。あれれ、テンションが、うん、今喫煙所にね、はい、いるところ、ええ、呼ばれたのでちょっとご機嫌斜めなんですけど、あ、すいません、ゆっくりされてところ、ゆっくりさせていただこうと思ったんですけど、ちょっと覗いてみたいなと思って、勝手に横山モーデ会場とさせていただいている、ええ、喫煙所に、はい、ひょっとしてたくさんの方が来られてるんじゃないかなと思って、来てみましたところ、水着の男性と水着の女性がいっぱいいました。もうほとんど全員、男が全員水着です。海水パンツ1枚の男。この寒い中、はあ、ほぼウォーターボーイズ。あら、そうですか。の感じ。はいはい。と女性ももう全員ビキリです。まあ、なんと、年末に。すごいことになってます。楽しいですね、モーデー。なので、はい、あと手島が今ビーチパラソルを今誘うと今。あ、持ってってましたっけ。すごい身軽に行かれてましたけど、あ、そうですか。バイトちゃんも今新しい大きいビーチパラソルを持ってきました。本当ですか。一個じゃ足りないと、はい、今から全員にホースで水をかけようと思うんですけど。すごいいっぱい来てくださって、皆さんおはようございます。うわー、
すごい、ちょっと話聞こうかなと思うんですけど、はいはい、どっからですか。広島市からです。広島市から、何を渡してくれようと思ったんですか。実は今日弟が実は高知から帰ってきてまいりまして、うん、でそれで今日横山さんに高知の味をちょっと食べていただきたいなと思って持ってまいりましたので、はいはい、それはありがとうございます。いやいや、そうなんですよ。で実は私前回の町自慢ラジオの西区編にも出てるんですよね。はあ、それはびっくりしました。確か多分スイーツ振興センター紹介したものなんですけども、はい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 、あれに出たのぜひ横山さんちょっと改めて聞いていただきたいなと明日。はあ、なるほどなるほど。思ったよりも長く喋られる方とんでもない、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあいただき物、はい、あ、なんかね、ビスケット、ビスケット。弟は手ぶら。いや、その弟あ、すごい、ご兄弟で全く同じもん。あ、そうなんだ、これもビスケットだ。同じ同じです。高知の、ありがとうございます。へえ、すごい、兄弟で来たんだ。最後横山もてしとこうと思ったんだ、せっかくだから。あ、そう、ありがとうございます。はい、どっから。呉からです。呉から。何回も今年来ましたよね。そうです、今年初詣させてもらいました。はい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 。でハマった。ハマりました。ありがとうございます。なんでまたこの師走のバタバタした時に来たんですか。いや、今年最後、うんうん、横山さんから元気もらおうとで今年を締めくくろうとはい、はい、思って今日から休みなんで。あ、なるほどね。最後横山モードで締めくくろうと。あ、この方はね、河村さんね、はいはいはい、ふんどし1枚です。白です。白のふんどし1枚で、なかなか、太鼓は持ってますけど、太鼓のバチだけを両手に持ってます、ね、なんでじゃあ、ね、水着の方が多い中でちょっとひときわ目を引きますね。はい、これ今日何ですか。来年のうさぎのなんかキャラクターみたいなのがあって、はい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 、御前様様シスターの皆さんと分かりました。で、まあこれも、あ、おかしいです、すいません、ありがとうございます。最後にサインが欲しいんです。あ、分かりました。じゃあこれ中継終わってからでいいですか。終わってから終わってからね、終わってから。ありがとうございます。はい、え、今日何ですか。お菓子を持ってきます。ありがとうございます。桜山チョコジロー。はい、夫婦でね、いつもどんな1年だったですか。いい1年でした。あ、1年だった、よかったよかった、はいはいはい、ありがとうございます、でもね、こうやって29日も穏やかで、はい、夫婦でこうやってこういうとこ来れるのが一番ですよね。はい、はい、ありがたいことに、はい、おかげさまで。いやいや、ごめんなさいね、地味な中継になっていて申し訳ないなと思うんですけど、こっちでもいるんですよ。お、はい、ようこそ。はい、どちらから。はい、広から来ました。ほうほうほう、はい、専業主婦の美和です。あ、どうもどうもどうもどうなんですか、今年はどんな一年でしたか。いや、もうイベント盛りだくさんで、うん、横山さん の, 熊野の方にも詣でにも行かせてもらいましたし、はい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 、ファンフェスにも行かせてもらいましたし、はい、この間のクリスマスの時も夢タウンの方に行かせていただきました、はい、すごい楽しい一年でした。ありがとうございます。いや、とんでもない、こちらこそ。で、今日は何を持ってきてくださったんですか。はい、とっても美味しい東洋花と、はい、私の父が釜狩りで作ってる石地のみかんを、うん、はいはい、これラジオしっかり聞いてるみかんなんで、ラジオ面白い。あ、本当ですか。じゃあ面白い味がするかもしれない。面白い味がする。はい、父も喜んでると思います。そうですか。お父さん、ありがとうございます。ちゃんとみかんいただきましたんで。いただきます。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まだまだいるのよ。はいはい。はい、ようこそ。初めまして。何回来た今年。今年多分10回以上は。だよね。結構来てまして。おーおーおー。来ましたね。ねえ、はい、どんな1年でしたか。いや、楽しい1年でした。おお。具体的には、まあ、だから今年の横山万博はじめフードフェスティバルとかいろいろなイベントに参加できて、うん、まあ、リスナーさんたちとも会えたんで結構充実した一年でした。そうか、やっぱリスナー同士で会うっていうのとかが自分にとって の, そのこう糧になるんだ。そうですね、結構、まあ、最近は聞き始めて、今年は結構いろんなリスナーさんにもまあ飲んだりもできたんで結構面白かったです。そうか、リスナー飲みとかあんだね。あ、できましたね今年は。へえ、そこで仲悪くなってしないの。いや、まあ放送では言えないことはいろいろ言ってます。なあ、怖いな。そうだよね。で、ちなみに今日は何を。とりあえず手島さんにグミと
喜んでますよ、はい、もうマストだよね。あとはよく、あとはうち川村さんがもちもち言ってたんで、おはぎを、はい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 、皆さんで、あ、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます。手島がすごいバタバタしたけど、グミでかしっかり受け取ろうとするんだよね。今ね、中継担当のディレクターですからね、はい、そう、あとヘルシア緑茶を持ってる人がいますね。あ、はい、ありがとうございます。リスナーさんだな、それも。ねえ、はい、うん、何回来た今年？あ、でも4回5回ねえ、はい、4、5回来ました。そうだよね、はい、どんな1年だったですか？あ、でも結構横山さん絡みのイベントとか、うん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 、小説とか、はいはい、映画とか、はい、あとイベントいろいろ横山さんのお顔を見ることが多かったと思います、うん、はい、これはいわゆる推し活みたいな感じなんですか？あ、でもそうかもしれないですね。もっともっと、はい、押していただいても大丈夫ですからね。もっと頑張ります。来年も押させていただきます。いやいや、でもじゃあ楽しい1年だったですか？そうですね、楽しかったですね。そうだよね、最後しかもね、こうやって来て、今生中継出てから、ね、声がね。まさかインタビューを受けると思わない。俺もまさか横山茂出選手をインタビューするとは思いもしなかった。ありがとうございます。じゃあ預かりますね。あ、ヤンヤンつけ棒とヘルシア緑茶で、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこの方最後にしましょうか。お、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今年1年も本当笑いっぱなしで、うん、もう横山さんのおかげで安全運転、運転しとる時はずっと笑って、うんうん、安全運転のね、うんうんうん、役立ってますよ本当。逆に集中力なくして危ねえじゃねえかみたいな、あります、ね、気がするけどね。でもこうやって29日に来れたってことは、仕事納めはいつ？昨日でしたね。あ、昨日だったんだ、はいはい、で仕事始めは9日の夕方まで休みです。あ、意外と長いのね。長いです。へえ、何すんの？え、ラジオ聞きましょうか。そうね、寂しいんで。明日から町自慢ラジオとか ね、僕の作文、私の作文とか ね、楽しみばっかりですね。横山さん大好き。なんかわかんないけど気持ち悪い人しかいないんだよね。で、今日は何を？今日はあの寂しいんで、あの横山さんも寂しいかなと思って、あの天下を。ありがたいな。1個しかいっぱい買ってこいよ。でもありがとうございます。笑いのネタになったらいいかなと思って。来年どんな年にします？あ、もう笑いの年に、うんうん、はい、横山さんに頼ります。そうね、でもあの皆さんね、こうやって来てくださるのが一番のその元気の証だったりもするので、はい、ぜひまた横山モーデ来年も1月4日から、うん、やろうと思いますんで、皆さん足を運んでいただきたいなと思うのと、あとリスナーの方々で遠くて来れないという方もいらっしゃると思いますけども、はい、ぜひ来年はあの20周年のイベントなんかもやる予定になってるので、はい、皆さんまた会いに来ていただければと思います、ね、じゃあ川村これ俺持って、はいはいはい、スタジオ帰りますんで。わかりました、よろしくお願いします、はい、あの水着とふんどしの皆さんとお別れしていただいて、この後全員をお堀に突き落としてから帰りますんで、はい。それもちょっと聞いてみたい気がしますが、はい、じゃあ戻ってきてください。じゃあ皆さんありがとうございました。皆さんありがとうございます。来年もよろしくお願いします。はい、いや盛り上がってましたね。でも皆さんそれぞれいい一年だったという声が聞けてすごく嬉しいなと思いました。横山さん、じゃあもうすぐ戻ってきます。横山モーデ中継でした。午前様通信。帰ってきた。おかえりなさい。息が切れていますが、はい、ね、今全員がお堀にいや寒い寒い寒い、あれ今日寒中守衛やってんのかな、うん、いや鳥肌だって水鳥になってますみたいな状態だった。いやでもね、さまめろみんな、本当来るとこんな目に遭うんです。突然インタビューされたりするんです。まさか本当にマイクを向けられて思ってなかったでしょうね。みんな戸惑ってみたいな感じでしたけど、世の中の気になる出来事や流行を生活に密着した情報をお届けするこのコーナー、今年も各方面から多彩なゲストを迎えてお送りしてきました午前様通信ですが、今日が年内最後の放送です。この時間は2022年今年の総集編をお送りします。はい、まあ本当に今俺らのところに1月から12月まで、はい、いろんなゲストの方々の名前とかどんなこと聞いたかとかみたいなことのこう名簿みたいなのがあるんですけど、まあ豪華だったなとかって思うのですが、さあさあそれでは締めくくりということで、午前様通信今年はどんなトークが繰り広げられたんでしょうか。早速聞いてみましょう。
今日のゲストは3月に公開されるドキュメンタリー映画ボケますからよろしくお願いします、おかえりお母さんの信友直子監督です。よろしくお願いします。はい、おはようございます、信友直子です。はい、よろしくお願いします。これからの人生とかこう照らし合わせて、はい、自分事として見てらっしゃるっていう感じはすごくしますよね、うん、あのさ、見てる俺たちが自分事になるんですよ、はいはい、だけど映画の中でカメラを回してる信友さんは人事なのもうさ、お父さんが100歳で、でいっぱい買い出しにして両手に荷物持ってはぁ、あ、はぁ、あ、で途中で荷物置いてはぁ、あ、って休んでる時も絶対手伝わないむしろだんだん離れていくっていう、遠巻きから撮られたりとかされてますよね。そうあれでも本当にあの撮りながら、うん、これは絶対近所の人からなんて思われてるかなってすごくうちの近くだったんですよ、はい、もう本当近くだったから、うん、近所の人見てたら絶対あそこの娘はおかしいって思われてるに違いないと思いつつ、うん、でも横山ナイトの会場ライブカフェジャイブオーナー上綱勝彦さんと電話がつながっています。上綱さん電話だったでは早速お声聞きましょうか、はい、上綱さん、もしもし、ね、こんばんは。おはようございます。今ライブハウスどんな感じですか？はい、うん、まあ休んでるところ休業のところもありますし、はい、まあいろいろでしょうけども、まあなので広島の文化僕は実はジャイブにかかってんじゃないかなみたいなところも思ったりするので、うん、ちょっとジャイブも元気になってもらいたいですよね。うん、まあ本当ですね、うん、もう個人的にはもう、あーなんか上綱さんだなーみたいな、その声も曲調もするんですけど、上綱さんブラジルかどっかいたんだろうねむっちゃ遠いんだもん電話がないよ、なかなかこんなに電話の距離感がある、ね、私たちもね普段こんな間開けることないからグッと待ちましたもんね我慢したよね俺たちね、唇を噛み締めながら偉かったよ ね、あの間を、はい、耐え切れずに喋ったらぶつかるんだよそうなんです、電話あるある。今日のゲストはコントグループコント赤信号のリーダー渡辺正幸さんです。お電話つながってます。渡辺さん待たせたじゃんあんまり待ってなかった。渡辺です。すいません、あんま待ってなかった。そんなにまで待ってなかったです。じゃあ、俺が待ってたんだ。あ、ごめんなさい。申し訳ない。すいません。横山はもう買ったの？なんか買ったよ、読んだよ、だから全部。読んだ。川村さんは？はい、私も読ませていただきました。あ、買ったの？ディレクターからもらいました。もうね、一瞬間があった時にこいつ買ってねえなって川村はそんな女だな。リーダー買います。そろそろ電話切ってください。ありがとうございました、さようなら。まだ喋るよ。失礼します。じゃあ甘よ甘よ喋るぞ。おい渡辺正幸さんでした。強引に終わったんだよ。季節の風物詩健敵がな。イエーイ、こんにちは。ずっと黙ってました。よかった、いてください。ゲストはすごいものケンタキアレでした。ありがとうございました。そうか、そうなんですよ。かっちりと終わったんだよね、はい、番組終了と同時に終わったんです、ね、完璧今日のゲストは広島出身のシンガーソングライター原田真二さんです。どうも原田さん来たね。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。いや、お久しぶりです。お久しぶりです。本当に、いや本当に何か目に見える、うん、結果を出したいなと思いますね。はい、川村の
はい、高校の先輩にもこんなちゃんとした人がいるんだね。いや、本当に。いやいや、とんでもないですよ。お前だって船入り高校だし、縄跳びの話しかしないんだね。いや、え、そう、縄跳びありましたよ、船入り高校。そうですよね、船入り高校体操もされましたか。もちろんです。うわーい、ちゃんとあの、あれですよ、こうグレードをつけてってね。ええー、やりました。機械体操も結構そうですよね。だって縄跳びできないと進級できないですもんね、船入り。そうだったですかね。作ってんじゃない。縄跳びは、そうだったと思う。だって竹で作ったもん。あ、そうそう、自分で作るんですよ、ね、縄跳びを。そうです、飛ぶときは、うー、時間旅行のツアー頑張ってんだけど飛ぶの。それ相当難しい。すごい早く飛べそうです。いやでも、株式会社文化放送コミュニケーションデザイン局の白石仁さんにお越しいただきました。白石さん来たね。どうも、こんにちは。いやー、ちょっとやばいですね。そんな中で数ある番組が日本中にある中で、なんで白石さん午前さんも聞いてるんですか。いや、これこの番組はあの哲学バラエティだと思ってるんで、ほうほうほう、横山さんがふざけていながらものすごいいいことを随所随所に言うんですよね。人生の教訓となるような。岡村さんなんか、そうかなって感じで見てますけども。いや、もうこれからと哲学の出し惜しみで、白井さん全部持っていかれちゃうから。気持ちよくなっちゃう。いや、でも、ちょっとこう。株式会社、角川春樹事務所から、角川春樹社長が、電話でご出演をしてくださいます。9月だね。早速呼んでみましょう。はるきさん、はい、はい、すいません、ありがとうございます、はい、でもはるさん、またあの、はい、9月10月と多分東京に行くので、また晩ご飯ごちそうにしていただければと思いますんで。はい、わかったよ。うん、お前のさ、はい、ミッションを持ってくるっていうの断ったことないじゃない。そう、一回もないの。いやー、お忙しい方なのに。そう、はるさん、おごってくださいって言って。なんて優しい。どっかで絶対時間作ってください。はー、はい、でもまた遊びに行きますんで。はいはい、はい、じゃあな、今日はお忙しい中、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。失礼します。はい、またです。放送角川春樹だもん。いやいや、最後の方も本当電話みたいになって、そう、汗かいた。汗かいた。いやでも優しい。熊切あさみさんとお電話がつながっています。熊切ちゃん、熊切ちゃん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。なんか照れくさいわ、こうやって放送で喋ると。横山さんはどんな監督でしたか？正直こうバラエティではご一緒させていただいてて、はい、アナウンサーさんだからもう周り、うん、自分も出役で俳優さんもやってるのに、はい、全て見てるんですよ、周りのこと。おー、だからあの時期の横山監督のストレスはすごかったと思います。すごかったですよ。もうあれに出てた私とかまさやさんとか他の人のこと一瞬は嫌いになってると思います。なってるなってる。でもね、そしてスタジオになぜかあの呼んだ方以外の方も来られてるんで、ちょっとご紹介させていただこうと思います、はい、広瀬淳さんと、あなたは誰ですか、はい、私は広島 FM の在庫の広瀬桃子です。こんにちは。はい、広瀬夫妻登場。もう最近の感覚になってきましたね。そうだね、それね、うん、あの旦那が来ますっていうことで、はい、奥さんもマネージャーみたいについてこられましたけど、はい、行ってもいいですかって言って、ね、潜り込ませてもらいました。ダメだよ、来たら。ちょっとあのスタジオでイチャイチャするとやめてもらって。いやスタジオの中から見ててもうサブで2人でずっと喋ってらっしゃって、うん、いやいや若干距離は置いてますけどね。いや2人でね、俺と川村見てて、うん、見てくださいよあの2人、恋人同士みたいに。いや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 、本当に思います。いや怖いわ、広島カープの笹岡慎二前監督が野球解説者として RCC に戻ってこられることになりました。この時間は先日横山さんが2人きりで対談をした様子をダイジェストでお届けしていきます、はい。まあそれはこのやっぱりコロナのね影響というか、ね、はい、やっぱりマスコミとの、うん、コミュニケーションが取れてないっていうのがね、うん、まあ、いろんなことを、はい、書かれることもあったと思います。ただね、笹岡さん の, そのいいところ強いところっていうのは、あんだけ針のむしろだったけど決して痩せなかったっていうところが。痩せたんですよ、これでも。げっそりしても良さそうなのに。げっそりまではいかないけど
まあ、あの一部のピッチングコーチの時はね、まあ見けてありましたよ。やっぱりこの3年間でね、やっぱり2桁になったんでね、一応痩せましたよ、やっぱりね。はい、ということで、ザザザザザザザっつってね、うん、はい、主要ないろんな方々を皆さんにお聞きいただきましたけど。ねえ、なんかボリュームがやっぱありましたよね。なんかそうだったなそうだったなと思いながら聞かせていただきました、はい、なんかこう出た方でもいいし出なかった方でもいいけど、はい、あこうだったなみたいなねえ、うん、私やっぱ角川春樹さんだってね、横山さんに乗っかって私も春樹さんって呼べたことが私はすごく嬉しかったですね。うん、うん、あと夫とちょっと離れて島暮らしの国武彩監督も、はいはいはい、あの音声にはなかったですけど、うん、来ていただいたりして、なんかあの雰囲気とか、うん、あといただいたエコバッグあるんですけど、はい、未だに使わせていただいてますそのすごくいいサイズ感、物をもらった人をよく言うやめてくださいよ。なことないです。そうだ ね, ね、でも俺は何気にラジオカー、うん、宮本ゆき、はいはい、が8月の11日そうですねにゲストとして出てたりするんですよ、はい、だからやっぱほらあのせっかくだからってお話を伺える方もいらっしゃるけど、何気にその身内だけど、はい、全然細かいこと聞いたことがないとか、うんうんうん、その人をちょっとこう掘り下げたことがないみたいな、はい、人が出た時にへーとかいうことがあったりするじゃないですか。そうですね。なんかああいうのも面白いなとかって思ったりするので、はい、またこの御前様通信はあのいろんな方々、そしていろんな業種の方々とかをお招きして、でその皆さんを掘り下げたり、はい、でその方が一生懸命熱心にやられてることをまた皆さんに広く知ってもらえるように、いろんなお話を伺えればなと思うので、はい、ぜひまた来年も楽しみにしていただければと思います。今日は2022御前様通信ダイジェストと題してお送りしました。ではここで一曲お届けします。今週は2022年の話題に関連した楽曲をお送りしています。御前様様20年目と RCC ラジオの開局70年を同時に迎えた今年2022年、この曲たちと一緒に過ごしてきたと言っても過言ではありません。ということで年内最後の生放送はこの楽曲で締めくくります。あの日、あの時を思い出しながらお聴きください。御前様様お祝いソング&ふるさとの風メドレー。ワン、ツー、ワン、ツー。おはよう、さんさん、午前9時。抜けない渋滞にクラクション。チャンネルはワンサン、スリーハンドフィフティ。今日もあの人の声がする。ちょめちょめなこともあはんなことも朝から構わずスピード違反だけど不思議と救われてる。世界は愛で溢れている。ガッハッハって笑えたら全てがうまくいく。時には喜び合い、今日まで一緒に作ってきた、いつだってつながり合ってきた。ガッハッハッて笑えたら全てがうまくいく。ガッハッハッて笑えたら世界が晴れていく。風のレクボタンに手をかけて待っている。
朝ごはん作る母が聞いていた。今イヤホンをした息子が僕のそばで笑っている。この街の元気が、この街のニュースが、この街の笑顔が流れる。アルバムをめくるかのように流れてくるあの時のメロディー。気がつけばいつもスピーカーから溢れ出す変わらぬ声。なんかちょっとジーンと来てたんですよ、で喋り出そうと思ったら、手島が番組残り3本半ですって3分で3本半ですってちょっと自分で作って興奮してたんだろうね、落ち着かせなきゃって自分で思ったんでしょ、3本半ですって、照れ隠しっていろいろあるんですね。はい、でもね、やっぱりもうそれぞれの場面で披露していただきましたし、そうね、お祝いソングもふるさとの風も本当にこうそれぞれカラーがあって大好きです、ね、これお祝いソングは、あの3つのバージョンに分かれて、でいろんな場面での曲をくっつけさせていただいて、まずは放送20年目突入のスタジオ初披露バージョンと、午前様様ファンファンフェスティバルライブバージョン、あとミュージックソンの真夜中様様ライブバージョンの3つがくっついて1曲で聴いていただいて、でふるさとの風も午前様様5000回特番の荷箱中継先のライブからのファンファンフェスティバル、でミュージックソンの真夜中様様横山入りバージョンみたいな状態で、でそれをまとめて1曲で聴いていただきましたってことですけど、まあ幸せな番組だよなと思って、そうですね、こうやってね番組の歌もあるし、で番組から派生して、皆さんに届けた曲もあったりとかするじゃないですか、なので午前様って普段は全く曲のかからない番組なのに、イベントになるとやけに歌うでそれぞれちゃんと季節をね感じていただいたりとかしながらですが、はい、また来年以降もぜひ聴いていただきたいなと思います、お送りしたのは午前様様お祝いソング、そしてふるさとの風メドレーでした。
それでは今日のプレゼント当選者を発表します、はい、今週のテーマ2022ハッピーニュースですが、私が今年家の中でしたことで、うん、あ幸せだなと思ったことなんでしょう、はい、正解はお香を初めて炊きましたということなんですが、釜狩り物産から甘人の藻塩ギフトセット3000円相当をラジオネーム三原のビビアンさんにプレゼントします、はい、そして日本行動です。気分に合わせて選べる4つの香りの香ルーミークリーン&リラックスはラジオネーム宮部健の母さんです、はい、おめでとうございます。それぞれおめでとうございます。猫サブレさん、世間はぼちぼち仕事納め、お正月休みに入られますよね、うん、ただ酪農をしている我が家はもちろん年中無休です。31日仕事納め、1日仕事始めです、はい、寒い日々ですが牛さんたちと一緒に頑張ろうと思います、うん、それからキューダーさん、昨日広島市から富山県まで車で帰省しました。山陽道、中国道を走っている車が多く、人の往来が増えてきているのを去年に比べて実感しました、うん、3年前の緊急事態宣言に広島に赴任した時はほとんど車が走っていなかったので、徐々に良くなってきているのかなとも思います、はい、そうだね、はい、まあ、3年ぶりっつって、まあ、今年は行動制限のない年末年始ですけども、うん、ぜひあの皆さんちょっとずついろんなことに気を使い気を配りながら、また元気で健康のまま年を過ごして番組でお会いできればと思います、はい、今年もありがとうございました。また来年、さらばじゃ。